はい、どうも。ちょっとだけやります。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ちょっとね、ホテル配信です。久々の、こんばんは。こんばんは。のこと、こんばんは。サッカーあります。こんばんは。お疲れ様、こんばんは。お疲れ様です。キュートの子、死にたいからやってくれる、こんばんは、こんばんは。あいたは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ようの子、今日もいい夜ですね。こんばんは、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 お疲れ様。オシャンティーな背景、こんばんは。なんか若いな。お前が老いたんだよ。こんばんは。お茶ばっかりだす。俺もお前も老いたけど、ね。俺は、ね。なんか見た目は、ね。まだまだ若いよね。いつも顔綺麗だよ。だから最近ずっと言ってんじゃん。前髪切った自分で。前髪自分で切ったよ。こんばんは。もう肌はマジで言われる。もうずっとね。はい。今日はアパホテルです。このサイケデリックな背景なんで。はい。こんばんは。おんまゆだ。イケメンだ。こんばんは。俺だからこの前さ、このホテル泊まった時さ、あれ俺だから民剤で、酒飲んでなんか分かってきたけど、ラリってかもしんねえけど、途中で朝さ、4時ぐらいに起きて、なんか目覚めて、これが全部、ぐにゃーって、笑顔で、うわーって、うわーって言って。本当だよ。これマジだからね。朝4時ぐらいに、そうそう。これが全部笑顔に見えた。ぐに、俺がだから、じゃあこんばんは、だからラリって、こんばんはって。こんばんはラリってくんです。はい。いや、でもだから、ちょっとね、今日、今回ね、ここね、3連泊してるんですけど、今2泊目なんですけど、はい。明日は大丈夫なことを言うの怖すぎる。本当だよっていうの可愛い。僕が？何が？その本当だよって何が？フロントメモリーのあかねちゃんのめっちゃ良かった。ありがとうございます。シラフでも寝起きでもって何が？こんばんは。あ、お前らちょっと喋るの早いんだよ、うるせえな。ちょっともう眠ってんだよ、こっちはよ。明日もそこ、明日3連泊。そうそう、こんばんは。あ、元気ですよ。元気だけどちょっと疲れた。サンタ、こんばんは。明日はもうだからね、サンタ行きます。兵庫行きます。お疲れ様、売れっ子バンドですよ。完全に売れっ子バンド。ジョイディビジョン流すね、今日は。ジョイディビジョン好きだから。珍しい感じの雰囲気で。こんばんは。いいね。たまになんか、ジョイディビジョンいいな、ね。3連泊珍しい。お天気大丈夫でしたか？大丈夫もクソも俺は、俺動画でさ、声明文出したろうが。のこさんのライブ動画、売れっ子バンド。動画でラッシュボーナー、悔しいってラッシュないってか、フロントメモリーがのこさん作ったって教師で申請かまちに巻きってます。ありがとうございます。はい、フロントメモリーのこさんが作ったって言って気をつけてくれてありがとうございます。こんばんは。サンタこそ、いや、とりあえずね、悔しいな、本当にな。まあ、悔しいけど、もうこんばんは。来年またね、ちょっとね、ぶち込みますよ。はい。かまちは見れないの分かってて、いや、とりあえず、まあ、それはね、すごい、まあ、しょうがない。これはもうね、もう誰のせいでもないしね、悔しいっていう、もうみんな泣いてって、俺だって泣いてよ。俺だって泣いて、俺動画出したけど、心の中でものすごい泣いたぞ、お前。泣いて、動画出た。泣いて、動画が出た。なんかいきなり。あ、小山くんも、そう、久々に会った、そう、ヤバティの。フロムは TikTok でめちゃ早く残さ、知られてないの悔しいってないが。だって俺 TikTok ログインできねえんだもん。できんなってか。ログインできねえんだもん。そうそうそう。仕方ない。顔で笑って心で泣いて。悔しいよね。まあ悔しいけど、まあ、これ、まあ俺、お、まあ俺は百戦錬磨でね、昔もあったからね。1回か2回？ 1 回だっけ？できんな、できん。今日初めてかなちゃんライブ見に行く予定でしたけど、なくなって残念でしたけど、しかも瀬戸利もね、まあありがとうございます。でもまた、まあ大阪もそうだし、ラッシュ部もね、来年ね、出さなかったら許さないぞってね、ちょね、主催者に3回挨拶したから、最後。主催者の関係者に。3回。来年こそは、ね、絶対にぶちかますんで、そう。絶対にぶちかますんで、ね、それをね、そうそう、さ、さ、3、3回って、3回嘘だけど、2回。念押しで2回。そう、2回。2回ね、いや、でもね、本当にね、なんかそんな感じでね、でも出してくれんじゃないかな。いや、出して、いや、青木さん絶対出す。いや、だから、九州来るよってありますか？九州？
キュ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 キ
お前ら会話がちょっととっちらかとっちかりとっちかりまずすぎるんだよ。こんばんは、話まとめろお前ら、静止役、お前ら静止役です。話まとめてから集まれよ。これさ配信よ、たまにはよ、いつもいつもなんかさ、なんかね、とっちかとっちかりとっちかり枕営業かけたら出してもらえるかもって、誰がで、俺がおっぱ何がのこさんでまとめて、こんばんは、無理言わないと、うまい、だから俺うまいことまとめるじゃん、うまくまとめてんじゃねえかよ、俺がさいつもよ、ね、俺がいつもうまくまとめて やってんのに、おめえらがわけわかんない、俺の話聞いてねえでさ、なのこさんファンの子食ったことかなとか、こうやってさわけわかんねえなんかさね、あのフォークボール投げてくんじゃん、こんばんは、合わせろや会話の流れな、あオプチャはまとまらなかった、まとめて、こんばんは、韓国ソウルから参りました、しっちゃかめっちゃか、さすがではジュニー、のこさんあえてそういう米拾うじゃん、いやあえてじゃねえよあえてじゃねえよ別に、あえてじゃねえよ別に、そういうわけでもねえよ、うん、あえてもあえてでもないけどな、うん、ライブ楽しい、愛してる、よくさばけるように尊敬、まあ、まあ別にあえてっていうわけでもないんだけどね、うん、話したいことあるし、瀬戸りにはなかったけど、夕暮れ夕暮れ鳥、夕暮れ夕暮れ夕暮れ、あい、あえて読んじゃう、な、読んじゃう、あえて目についちゃうのかな、今日のお洋服見たいです、お洋服これです、じゃあ俺今大銭湯行ってきたんで、もうさっぱりしてます、いや久々に聞いたこれいいな、ロックなり、あ、やらんで、そうよ、ラビテアアスパーテ、これジョイディビジョンいいよな、そのパーカー何年着てる、これもうだって小学生10代の頃買ったから18歳とか20年間じゃん、20年間着てます、これイオンで買って、イオンジャスコ、当時ジャスコ、千葉ニューのジャスコ、ジャスコで買ったやつなんで、ね、イオンがまだなかった頃、18歳の頃、うん、明日はだからこれ着ててよっかなって思って、札幌アーチェイズ、何の音楽や、ジョイディビジョンだよ、死んねえのかよ、ジョイディビジョン死ぬやつな、あ、美佐子さん来た、ジョイディビジョン、ジョイディ、フロメンもデモ音源大好きなんだけど、何が、コブダンは緑、このパーカー本当に似合う、明日それ見れるんだ、何が、ああ、じゃあ、今日メンバー、他のね、人も来ますよ、はい、他の人も来ます、はい、いやー、とりあえず今日はね、あのね、さやかで、あのね、はい、今日はとりあえず皆さんね、涙をね、流して、ね、雨と涙が混ざって、海道楽行った。海道楽行こうと思ったけど、行けなかった。汗と涙とかね、混ざってね、もうね、雨と涙がね、バイトなんかでへこた、死にかけたけど、この前のライブのバイトなんかでへこたれないと頑張りました。あ、よかったですね。はい。泣きました。雨と涙でね、そうそうそう。雨と涙がね、あのね、よくわかんないことが混ざって、こんばんは。ね。あ、美佐子さんもお疲れ様です。ね、美佐子さんもね、あ、今は新幹線かわかんないけど、明日がね、明日晩門でフェスあるんでしょ、美佐子さん。なんか、はい。美佐子さんもね、あのね、あ、来て、美佐子さんもけど全リップするって言って、すげえな、こいつと思って。今日うつだったけど、のこさんキャスでやるって聞いてメンタル復活だった。ありがとうございます。ラッシュもなくなったけど、27日決まってよかった。27日って何 ?27 って何、今日何日、俺らもう今日何日かわかんねえや。もう売れっ子バンドだから今、マジで。うん、もう完全になんかオワコンバンドだったのが、ね。オワコンバンドだったのがね、今日20、あ、明日、今日、明日か。明日って言えや。明日って言えや。うん。27日じゃない。明日ってこっち売れっ子バンド、いや、マジで結構フェスマジでね、なんかいきなり呼ばれるよ。出まくね。うん、この前までオワコンって自分でも名乗り上げてたけど、ちょっと売れっ子になりましたね、マジで。いや、本当に売れっ子になりましたね。いや、フロンテメモリーもね、あの、ずとまやのあかねちゃんのおかげでもね、ありますしね。もうバズりまして、ね。いや、いきなり、いや、だからもういきなり売れっ子、もうだからさ、将来今バンドやってる君もさ、きっかけ一つだから。ファーストテイクまだですか?ファーストテイクも呼ばれるよ、このまま。うん。ファーストテイクもマジで、俺は、あれ、バイトなんかでへこたれないぞとか、ね、ロックンロールは鳴りやまないとか、いや、マジでね、あのちゃんの電波まだですか?もう売れっ子だからもう全部呼ばれるって。呼ばれますよ、これ。ファーストテイク出たらマジで嬉しい。ね、お茶ばっかりです。鬼リピするわ。ファーストテイク算数。いや、でも、ファーストテイク暴れるのってないが。暴れるのってないが。暴れてんの、みんな、あれ。ファーストテイクって。ファーストテイク見たい。あのちゃんにもあったよ。ログなり、あ、今日、ログなりで出てほしいわ。ファーストテイクってみんなマイクぶん投げてそう。あのさ、そんなことするわけないじゃん。バカなの、お前。ね。ああ、岡崎体育暴れてた。
岡崎体育暴れたって言っても、あいつ暴れるったって多分あれだろうか、ちょっとなんかあのセカワのなんかトランシーバー持って歌うだけだろ。暴れてそれレベルだろうがな。ソニーの社員ぶん殴ったりとかしてねえだろ絶対な。暴れるってそんなことだろ。あのちゃんに会いたかった。あ、僕会いましたよ、いっぱい喋りました。はい。あとヤバティの小山くんにもね久々に会って、あとアイズのメンバーにも久々に会ってね、まあ裏側はちょっといろいろとね、いろいろなんかお久しぶりな感じだった。ああ、ナルト用意しないと何？機材壊したらファーストテイクできんなりそう。何当たり前のこと言ってんのお前。何当たり普通のこと言って、当たり前だろそんなこと。当たり前だろがそんなもん。楽屋に向かって叫んでごめんなのこと、あれお前だったんだ。うるせえんだバカ野郎。あれお前だったんだ、楽屋に向かって叫んできたの。ね、残さーんってなんかうるさいやついたけどさ、ね、あれお前だったんだ。いや俺地獄ミーだから聞こえたや。うん、そう楽屋、いや俺地獄ミーだからそう聞こえた。うん、いやいや、楽屋とか分かるのってないか。分かるのってか俺が分かるから楽屋、俺が、うん、俺自分の楽屋だから名前書いてあるから申請かまってちゃって、だから俺それでね、あ、ここが俺の楽屋なんだってことで、今日はちょっとメンバーね、みんなね、ちょっとね、久々に来るんで、ちょっとタオル、あ、久々ですね。はい、じゃあちょっとスペシャルゲストでね、よい、あのね、スペシャルディナーをね、今美佐子さんいないよって、美佐子さんコメントで、美佐子さん今新幹線でしょ、うん、コメで参加してる、楽屋だったんだ、な、何が？スペシャルゲスト、スペシャルディナーのね、はい、あの、ゆうのすけです。はい。はい、さっき関東と、あ、美佐子さんも、ゴメスくんか、そう、ゴメスくんみたいなのありますけど、あの、ゆうのすけ。もう関東着いたお前。早くね早すぎね、まあ、新幹線だと、そっか、3時間ぐらい。なんで知ってんのじゃないですか。なんで知ってんの、なんゆうくん元気か、お疲れ様。顔見してってないか。顔ですよ。逆光になってちょっと暗くなってる。あ、今ちょっと電気消してるから、もうね、俺ちゃう、俺らちょ悪いけど11時半に終わりすっからね。明日さ、新幹線なんか乗ったことあるわけねえじゃん俺らがよな。これからだよ、売れっ子バンドになったから。こんばんは。これからだよ、売れっ子バンドになったから。ゆうくんもお疲れ様、ゆうのすけもお疲れ様ですって、お疲れ様です、当たり前じゃん。だってゆうのすけはだって今日初めてのさ、あれだよね、あの野外フェスでウキウキしてで、ザーって打って、それでもっとウキウキしたからね、こいつ。いや、こいつ、あれ、もっとウキウキしたから。雨が降ったって。雨降って、雷鳴って、テンション上がってさ、子供みたいに。そんなことしてないです。いや、そんなことしてない。ずっとさ、テンション上がってさ、これはどうなることやらってさ、楽しいねってずっと前言ったのな。本当にみんな不謹慎なさ、こいつ。話盛る以前に僕言ってないですからね。え？話盛るとかの次元。盛るとかの次元じゃないって。いや、気づくか、お前。本当はそんなことさ、テンション上がってさ、なあ、そうめっちゃ楽しいよこいつ。いや、やばいよ本当に。いや、それはないわ本当だよね。いや、ずっと台風、なんか台風来た時とかもさ、川見に行ったりとかさ、こいつやべえんだよ。モノくんはずっとだから震えてました。はい、モノくんはこう本当に雷に握ってました、ね、楽屋の天井のあの端っこの上の端っこにあの棒登っていた。それ逆に危ないんじゃないですか。でもそんぐらいあいつ雷こう、あの嫌いだからね。だから今日配信来ないかも。雷が鳴ってるから配信来ないかも。いやでも本当にか雷が、いや犬って言うけど、いや本当に雷。モノ君昔からそうなんだ。あいつマジでね、あの幼稚園児の頃から本当マジ昔から雷の瞬間に車の運転ハンドル切るもん。うん、マジあいつ。次野外フェスはいつ出るの。お前死ねえよお前ちゃんとチェキレーバカ野郎。明日だよ、もう12時間後に。明日だよバカ野郎。ワンミュージックキャンプ。ワンミュージックキャンプ出ます。はい、はい、急遽ですよ。でも明日こそ、はい、はい、俺違う、クリーパイプとかカナブンとかさ、カナブンとか、いや真っ暗だったん、はい、いやみんなあいつらだけじゃなく、いや挨拶したかったんだよ久々に。あ、モノ君来たか。あの挨拶したかったの。そうアレキサンドロスさんとかね、みんな みんな真っ暗だったから、俺も真っ暗だったから、だからあのちゃんと小山くんとアイズのメンバーとあと若手のそうバンドクリップアップとキャストして、あ、すいます、今度します、今度やります、はい、よろしくお願いします。
はい、どんなアーティストまで出て できた。だから俺が出ようとしたら、こっちも準備ダイナマイト満タンでさ、行って爆撃しようとしたらね、あのそしたらそれで台風来てさ、台風じゃなくて雨、大雨降って雷降ってきて、それでウキウキしちゃってさ、これはちょっとどうなることやらってね、時間も時間でずれてってさ、夜これこのままやったら夜出番で、あ、瀬戸里見たっしょ、ロボットの夜が最後で、これはいい時間になるかもしんねえなって、そういろいろウキウキ顔見せて、だから顔出してんだろこの野郎、顔出てんだろうがな、顔見せてってよ、こんばんは、はい、あ、モノコお疲れ様です、モノコ、はい、ワクワクしたの何が当たり前じゃん、俺こういうの悪いんだけど、こんばんいつも言うけど、なんかワクワクしちゃうんだよね、心がなんか、はい、はいつもね、顔の様子見に行ったりも昔言ったじゃん、台風の時もさ、なんか俺そういうの良くないよね、うん、いやいや、なんかセカ、そうセカ見た、セカはもうあの X のトレンド入ってて見たよ、動画とかなんかあのファンの、あ、 なんかあのスターライトパレードみんなでなんか大合唱したりとか、わかんない、ラブシャル、ラブシャ、ラブシャ、山梨ラブシャもあれもなんか中止になったんでしょ。いやー、俺だからさ、これさ、もっと思うんだけどさ、あの8月のさ、この時期さ、もうさ、日本さ、我が国さね、もうなんか毎回台風とかさね、そう、もうこんなんじゃん、ちょっと時期さ、もう冬にした方がいいよね、汗しやかやつの1月とかさ、もう時期ずらさないと、もうこれさ、多分ずっとそうだよ、カイドメガネ変えたってないが、メガネ変えたのか、変えてないって、うん、お前変えてないぞ、お前、うちのモノックメガネな、お前ちゃんと、お前そこらへんチェックしとけよ、お前な、久々に見たか知んねえけどよな、うん、悪いように、え、自信満々にけど、マジで痩せたって言われてる、やっと、それは今はね、うん、お前たまにはベンチャー企業社長で来いよ、あの白いね、あの白い目がね、耳が荒れたからやめとんだよ、合わなかった、耳があれ、白い目グラサン、あのメガネやるとあれか、あれアレルギー、なんだかアレルギーかかしんねえけど、金属探知機みたいな感じになって、うん、なんであれ金属探知機の、いや、ラバーかな、それ、あ、ラ、ゴム、ゴム製がダメなのか、金属、これは金属なんだ、これも若干ラバー、だから金属何でも荒れてるよ、何でも荒れてる、じゃあゴムがダメで金属がダメで、じゃあなんか何がいいみたい、べっこうが多分いいんだけどね、べっこう、大理石、それって結構大理石、全あれってはプラスチック、プラスチックとはプラスチックとはチタン、べっこうが多分、モノクラテック症候なんだろう、べっこう、べっこうってけど京都とかにある、なんかわかんないけど、そういった日本の和のイメージ、セルだね、木で作ろうだって、木で作ろう、あの木で木の目だね、木で、まあ、私ゴムアレルギーでも結構やっぱゴムアレルギーとかやっぱそういうのね、なかなか金属アレルギーとはゆうくん系だって、ちょっと待って、これなかなかね、今すげえこれむずいってか、ここめっちゃこれ30センチしかないから、ここいや、ちょっと狭いね、うん、まず首のは大丈夫だ、大丈夫、ゆうのすけいますよ、います久々、メンバー配信久々なんですよ、ちょっとなんかメインコックピットをちょっと維持するの一人しかできないんで、ちょっとごめんね今日、いいですね、はい、まあちょっと代わり番号で、ちょっと、うん、代わり番号で好きなだけ喋ってください、なんだよこいつにもう喋らせてがいいみたいな思ってんお前でもまあ疲れたな、まあ、まあ明日もありますからね、明日僕ら朝8時起きだから、だからマジで11時半にちょっと終わりすんね、そうだね、そうそう、早めのはいいね、うん、ユウは何歳になったんや、ユウは21でしょ、23全然違え23だよ、はい、ね、じゃあこっちに行かしてもらって、まあちょっとね、はい、たまにはね、私もそんくらいや、あ、ためってことですか、僕と、はい、ちょっと俺マジでちょっと飯食うね、あ、どうぞ、飯食ってない、さっきフェス飯食ったぐらい、ゆうくんやっぱフェス飯けどめっちゃ美味しかった、みんなで早起き、あ、早起きの方か、あ、あの、え、飯は食った、23歳の方に飯は食った、あ、さっきあの松屋行きました、え、もう行った、はい、早いね、俺が大浴場行ってる間に行ったんだ、
あ、行ってました。あの牛丼の煮盛りを食べました。あ、二人で。いや、一人で。あ、一人、なんで、うん、するのがいいんだ。二人で行けばいい。あ、そう。そんな感じですか。けど、お前らけど二人でなんかこの前たこ焼きなんだっけ、たこ焼きキングだみたいな。たこキングです、ね。たこたこ前回。あれ電車乗ってこっから行ってっからね、こいつ。いや、ちょうどあの駅が目の前に。電車使って行くとか相当じゃん。まあ、中学生かと思ったもん。だってあの時夜前回夜11時にさ大阪着いてさ、そっから行ってんだよこいつは電車で。どんなテンションでやったの？タコタコ食いに電車使って。俺はそんなんですよ、言うて。でも、まあ、せっかくならって言い出して。え、せっかくだ、モノさんのそのタコ焼きはね。そう、電車使っていくってなかなかだと思うよ。じゃあタコタコ気分どうすかって言っただけだ、うん。まあ、箸はねえじゃん、畜生。箸ゴミ箱だから。ゴミ箱なくなる。あ、いや、ほてていいよ。あの、米くんね。今回のホテルの食にはたこ焼きがあるで、あ、それも、そこ、空いてたのかな、ちょっとここ小麦粉の塊だぞ、それは確かに。いや、でもその後の味付けじゃないですか、やっぱ。結構深夜までやってるとこある。全然。あ、そうなんだ。すげえ、もう納豆がもうべちょべちょなの。一回やった方がいいんじゃないですか。そうっすね。納豆毎食って、納豆がもうべちょべちょなの。明日ちゃんと俺虫除けスプレー買ってきたよ。明日そう、明日来る人、そうだから公式にも書いた時、本当山の中だからね、アブとかハチとかなんかわかんないね。そう明日山めっちゃ暴らしい。今木田さんに説明すると、美佐子はもう関東いる。そうです、美佐子さんはちょっとね、明日また別のイベントに出演されるので。明日の8時台急に決まったことだからね。そうですね、明日に希望を、ね、あれします。蛇とか大丈夫なんて、大丈夫なわけねえじゃん。蛇いたらそんな大丈夫じゃねえ。それはそうですね、怖いですね、うん、だから運で、俺うどんです。セブンのうどんです。運で、運だね。ライブ中刺されたらさ、どうなんだろうね。刺されたらもうさすがにタンクが壊れる。いや、そうじゃないの、さすがに。やべえのに刺されたら、まあ、もうさすがにね。だって、けどテンション上がってるから、別に誰も。たぶん、ね、お医者とか、うるせえ、裏歌うんだって言いそうだよね。言うけど、BGM 何か流れてる。今、あのジョイディビジョンが流れてます。あ、そう、久々にちょっとバンドも、なんか、そう、ジョイディビジョンの、ジョイディビジョン、やっぱみんな好きだからね、うちらのファンも。僕も好きですね。いや、言うよね、ジョイディビジョン、やっぱ。はい、イアン・カーティス、やっぱり。いや、やっぱニューオーダーも好きなんですよ。いや、いいね。ちょっと久々にお手返しですよね。まあちょっとなかなかね、スケジュールが最近忙しそうですね。そう。もう売れっ子バンドだからね、マジで。ジョイディビジョンにユウくんの声量負けてる。何ですか？ちょっと前から話しますか？僕が、あ、声張っちゃダメか。ホテルだから。いや、まあまあ、あれ、最近はけど、お二人様でも配信してないよね。してないです、ね、なんでて、まあ、なんでかね、普通にバタバタして、うん、だって、お前ら松屋とかさっきの、あの二人で配信してなかったでしょ。いや、だからタコキング、タコタコキングあれなんとかあそこ配信できそうっすよね。お前らさ、できそうよね。ねえ、うん、ジョー君、スマブラ配信フルってしてねえし。カズだってずっとポケモンゲームやってたもんね。まあ、ゲーム配信、そうね、ゲーム配信やってるんで。今私は首から何の紐を垂らしてんだよ。携帯ですね。携帯を首からぶら下げて。キッチン配信なんかやんねえよ。首の紐何色？これ何色なんだろう。水色。この密度で、ね、水色っぽいやつで溜まるとマジあっちない。ゆうくんの待ち受けサッカー選手、ね、人間っていうのはやっぱり人間っていうのは待ち受けは一人一人熱量がね。いやー、その熱量がちょっとね、皆さん今日ね集まって悔しいね。ラッシュブ悔しかったね。いやー、今日本当そうですね。ね、雷ごときにね、あ、雷ごときにね。お前がお前が言うか、ね、お前だってだからちょっとね、楽屋でさ、棒登ってさ、あのフェスのテントの棒登って、ね、猿のように
関係なかったくせに。いやそれ雷鳴ってたら俺死にに行くようなもんでしょ。そんな棒なんか。いや怖すぎて棒。広まってましたよ。怖すぎて棒登って隅っこに一人だけいて、他のアーティストからあのあれ冷めたね。あれあいつあのバンドなんだよって。そんなことないけど実際怖かったね。雷。いや面白かったなって。あの本当に外出てそこの光った時に。ちゃんとビビってたっていう、まあ、昔があれなんだなんだもんね、苦手なんだもん、しょうがないでしょ。絶対絶対それやるよね。絶対そのなんか挙動やるよね。いやでもやっぱりびっくりするからね。なんか見えない敵と戦ってるみたいな挙動。実際見えないじゃん、雷が、ね、音がダメなの、光がダメなのって両方だよ両方、うん、だからさ、お前運転してんじゃん。だからお前運転した時雷近くにバーッと落ちたらどうなっちゃうのあれ。でもハンドル一回です。まあ、近くに落ちたら多分誰でもやばいと思うぜ。やばいって感じが。死ぬの？その時俺は。ハンドル一回です。いや、生きてくれ、頑張って。俺も頑張るから、とりあえず。ハンドル一回です。なんとか、なんとかしよう。なぜやらしい。一緒に生きよう。止まっちゃう。ブレーキ踏んでくれよ。いや、ブレーキ踏まない方がいいんじゃないかな、ラッシュボールから帰ってます。申請止まってちゃう。はじめまして、したかったか。ありがとうございます。何事もなかったね。つまり、いやけどこれちょっとね、まあだからまあ、ユウは始めたけど、ね、まあ俺とミサコさんとこはモノくんはやっぱ3人は昔一回ドミューの時ね経験してくから、ね、10年前、あの時は台風でね亡くなってさ、台風来て、そうそうね、あの時もなんか配信したよね、うん、ドミュー公式とか あったね。そうか、19年のライジングはできたんですもんね、2日目は。いや19年のライジングでなかったっけ、あの、まあ、僕が行った年だったんですけど、1日目中止になって2日目はできたっていう、うん、1日目中止、あれか、台風か、ナンバーガール再結成の時です。あれ台風か、はいはいはい、あれも台風です。俺出た、あの、2日目に出てて、あ、いた、出てた、出て、はい、なんで知ってます、知ってます、見てたんで。いや、見たね、見てた。いや、やってんだよ、やってる。君ファンだったの？今ですか。なんでもあの時ステージ上がってこなかったの？本当だよ。お前あの時あれ違う、ユウはその時船で来たんだよね、確か。そうなんですよ。船で来て、ライジンで、そう、千葉県から船で、北海道だよね。そう、あのだから先に船経験してるやつ、同じ船乗るんじゃん。そうだよ、ちょっと。そういえば、あの地元、違う、北海道、来月ツアー船だもん、こいつだけ。なんで、俺とユウとミサコさんは飛行機だけど、うん、こいつだけ船なんで、北海道。でも乗る時間とかはこっちの方がだいぶ短いと思う。なんでそんな船好きなの？まあ好きって言ったのかな、わかんないけどね。一枚乗ってないから。一人だけフェリーなんだけど。何時間かかったの？北海道あの行った時、千葉県から。結構かかるよね。いや、あの僕地元の八戸から。あ、そっか、青森からか。全然違う。当時千葉県。まあでも一晩でこうつい。夜出てこう朝着く感じでした。じゃあ全然近いじゃん、そうですね。なんだ、ね、いやでもめちゃくちゃ荒れてて、その時海が、ああで、あの、まあ、海って電波ないから、そう、ね、あの微妙な最後の電波で中止の知らせを受け取って、よかった。まだそれでも悲しいけど、で、あのめちゃくちゃ荒れてる、その荒れてて揺れる船の中で、これ何のために向かってんだろうって思いながら、で繰り返される諸行無常で、読み返る聖書書道、向井さんがいつも言ってるじゃん。諸行無常なんだよ。諸行は無常ということを学んで体感して、うん、あ、言うけど、あれボロフェス初めて向井さんに、ね、あれ突撃、お前自分一人でしようよ。頑張ります。ああ、そうだね。いや、まあ、ユウはだからナンバーガネルも相当好きだもんね。そうですね。向井さんに初めてやっと会えるじゃん。そうですね。いや、でも、まあ、一回その路上でお会いしたことはあるんですけど。あ、そっか。あるんだ。あの、なんか、あ、コロナ禍ってやった時の。あの、コロナ禍開けてきたぐらいの感じで、こう、たまたま僕が高円寺にいる時に、こう、なんか、路上で弾き語りしててっていう。その人とか、そっちの方がすごいよね。そう、それびっくりっすよね。なんであの人いるんだよ。それで、しかもその話ってさ、しかもさ、はい、なんか5、6人しかいなかったでしょ。一応、なんか数人こう集まってて、そうそう、それで10人、それで終わったでしょ。はいはい。すごいよね、それ。向井周徳がいるのに、あんま気づかれない。まさかいるとは思わないんだろうね。
24時間今テレビやってんだ。またやってんだ、あの番組。24時間、それなんかあのちゃん出てるでしょ。ええあのちゃんなんか今日なんかわかんない、なんか出てる。どういうことだ。なんかリアタイムかかって。あ、そう、あ、そうなんだ。そういうことか。ハードスピードだね。いやーすごいですね。もうさっき会った人が。あのちゃんはだからね、あのちゃんもね、俺らもかわいそうだったけど、あのちゃんも、いやついた瞬間だったからね。ついた瞬間、楽屋ついた瞬間に、そう。もう、休止ですっていうタイミングとついたタイミング一緒だったよね、ほんとに。まあでも、まあしゃあないよね、こういうのはね。いやーねー。だからもう何月にしよっか、次は。12月なんでやっぱね、絶対降らねえじゃん。絶対、雪降るかもしれないけど、雷はなんないよ。雷はならなきゃ、お前はどこでもいいでしょ。俺、むちゃ4月とかはどうなのかなと思うけどね、うん、4月とか春ね、春ね、うん、まあ春一番無難だよ。あれ、なんか夏じゃないとダメな理由って誰か知ってる？夏休みだから以外わかんねえんだけど、やっぱこう、野宿とか最悪できるからね。そうでしょ。そんな配慮、やっぱそんなテントがなくても寝れますね。そんなとこの配慮なの。なんであれフェスって夏に溜まってる、楽しいから。楽しいからってなんだよ。冬だ楽しくねえんだよ。春だって楽しいだろ。あ、秋、そう、秋けどないようなもんだからね、今な。まあ、でも春、秋ね。でも緑との組み合わせとかじゃないですか。ウキウキするからってか、雰囲気かなってあるけど、まあけど夏休み学生が多いっていうのはなんかそういう、それはそうですね。あ、確かに冬休みもあるじゃん。でも冬休みだって春休みだってあるじゃん、ね、あるじゃん。ね、それじゃあかんのかい、ね、それじゃあかんのかい。だって俺さっきも言ったけどさ、ビールが美味しいからいや、春のそんなビールなんて別にさ、刑務所行っても美味しい、美味しいやろ。そんな美味しいって感じるやつは。だからそれ俺さ、あ、さっき夏これから日本はさ、もうさ、インドネシアとかもうさ、熱帯雨林国だから、はい、もう毎年これだから、絶対にこのゲリラ豪雨、はい、絶対またこれ来年もね、そう、ね、台風もそうだし、だから俺ちょっとね、まあどういう理由があるか分かんないけど、時期はね、なんかね、こう成功率上げていかないと、成功率上げた方が、ね、そう、まあだから野外フェスじゃなくて内外フェスっていう、ね、中身フェス。なんか野外でもいいから、こうなんかドームみたいな、まあ、ね、まあ、そう、野外が好きっていうのは分かるんだけど、ね、安全圏取るんだったら屋内、うん、ね、屋内のね、大阪ドームでね、やればいいんだよ。そうだよね、大阪ドーム。まあ前のベイちゃんもピアアリーナでやってましたしね。そう、はい、ドーム野外みたいな感じでしょ、ね、大阪ドーム、大阪城ホールでいいし、大阪城ホールでもね、うんうん、なんかまあ野外がいいけど、でも野外やっぱいいもん。だから俺ら新生かまっちゃんもさ、もうなんか7年ぶりぐらいに、だから今日野外来て、やっぱいいなって思って、いいなって思ってたらこれでさ、ゆのすけなんて初めての野外だもんね。あの、まあ、明日が初めてになるかもしれないけど、僕は今日したことは、あのポリシックスを見てモナさんとご飯を食べた。あ、さあ、ポリシックスさんとも、そう、久々に会って挨拶した、はい、挨拶してね、はい、めちゃくちゃ良かったですね、うん、やっぱフェスで見るポリシックス楽しいですね、うん、ポリシックス見るかな、ポリシックスを見ました。いやー、まあ、でも本当結構痛いところだから、セカワもね、うん、山梨のフェス、ラブシャも中止になっちゃってね、うんとね、この時期にみんなあれしてるのね、はい、精神役ありがとうございますね。絶対日にちをずらすのが一番いいと思う、本当に。まあ俺も時期ずらすのが、でもなんかいろいろあんのかね、なんかね、夏にやんなきゃいけないそういう歴史が、ヒストリーが、ね、うん、そう、テント張って雨にも負けず、やってきたんだって。え、今回負けちまったね、アップデートしないとダメだよ、そんなあったら、それだったら絶対に、ね、アップデートしていかないとダメだって。え、なんか俺が悪いことするの、変わっていくんだからね、いろいろ物事は。俺も変わってますよ。え、俺も日々ね、変わってますよ、ね、うん、そう、俺もだよ、禁酒もして、うん、禁酒までいかないけど、禁酒結局モノ君してないからね、現酒です、現酒。最近飲み始めてっからね、またこいつなんか話聞くと、まあ、でも2日に1回とかですよ。もっとだよ、もっと。そうだから偉い、あ、もっと、まあもっと飲んでるんじゃねえんだ、もっと飲んでない、もっと飲んでない、
なんか死の危険を感じて二度と飲まないってこの前言ったのに肝臓やられて二度ととは言ってないけど、まあまあしばらく飲まないっていうのはね肝臓の数値がって言ってた時の落ち込みをすごかったですよね。めっちゃ笑ってたもんね。だって死ぬの怖いんだ。怖いよそれ、死ぬのは嫌だ。僕は本当に雷に打たれたりとか、死ぬのとか本当に昔から怖い人間。死の危険性がある、あの便利でなんかことしたくない。飛行機に乗るのもそうだし、要は神聖かまっちゃわれてんだもん。かまっちゃ死なないんだもん。死の危険性一個間違えたらあるだろこれ。ないんじゃないのパンボール。あるよ、なんか絶対これからもなんかあるって。絶対死なない自信はあるね。え？なんかショック受けかもしれない。なんかキーボード難しいの来たりして。大島これむずすぎる。わかんないけど。俺じゃ無理だ。死ぬ前に謝る。いやでもまあけど物語なんかなんだかんだ別になんか案外ね、案外なんかタフだよね。どうかってわかんないけどね。うん、何も考えてないから。低い調子で。お、いいですね。うん。いや、こんなに聞いちゃった。俺も久々に聞いてやる、ね、ジョイディビジョン。これいいよな。あれ、カイドもジョイディビジョン好きやっけ。まあまあ、ある程度ね。うん。ジョイディビジョンいいよ。やっぱ久々に聞くとやっぱ本当にいい。まあまあ、好きって呼べるほど聞いたわけじゃないけど、まあ、まさいくんね。え、あ、耳やか。耳やかです、耳やか。もう寝るの。え、ちょっと待って、もう何分だ、もうアバターの、もう寝るのじゃなくて、寝はしないけど、寝ないの、瞑想します。俺今ちょっと、瞑想、あ、いや、瞑想大阪をこっち迷いながら走るの。俺たち今日はあれさ、昼のさ、3時半待ち合わせあったの、はい、この、あの、はいはいはい、アパホテルの、あの、この、ここに。だから、逆に早く寝ちゃったら、朝6時とかに起きちゃったらてんてこまいになっちゃうと思って、逆にだから昨日朝6時ぐらいに起きた。6時ぐらい無理やり起きて寝ないで、俺散歩し、朝5時とかに散歩した。そう、朝5時とかに散歩して、なんかでっかいなんかタワーとかあったんだけど、まあここら辺あんだけど、なんかそれ入れたから入った。はい、方針入る。方針入じゃないよ、だって自動ドア開いたの。なんで開いたんだろうね。いや俺も開かないと思ったんだよ。しかも俺その時 GoPro 持ったんだ。そう、どうせだったらなんか星空とか、はい、なんかいい景色撮れるかなと思って、そうそう、 GoPro 持って開いちゃったと思って俺も入っちゃったと思って。これけど隠しカメラと確実にすごいやばい、なんか潰されるんじゃないかなって思って、はいはい、で1分ぐらいでちゃんと開けてきた。ちゃんと一応で、よかったね、警報鳴ってたもんね。てかあれ開くなよな、どういう風貌だったか分かんない。結構、いやこれ言えないけど、今3連泊するから、はい、ちょっと場所もう特定しちゃうから、ほんとマジで全部100人ぐらい集まっちゃうからマジ言えないけど、言えたらいいんだけど、そうそう、絶対入れないような場所だと思った。うん、その場所、そのなんかでかい タワー、うん、まあ、時間も時間ですよ、ね、開くのかよって思ってた。朝5時と。だから割と出勤する人がいたのかもしれないよね。ああ、そのオフィスビル的な、オフィスビル的な。あ、だったら俺も別に行ってもよかった。カメラマンね、タワーカメラマン。そうだね、出勤です、するっていう。あ、じゃあ GoPro 撮っときゃよかったな。いや、まさかどうも。でも GoPro 持ってきたんだよ、だから一応 GoPro 明日も一応なんか山だから明日。あ、明日ね、明日とか、いいね、そうそう、ちょっとわかんないけど、ちょっといいの撮れたらいいな、いいよね、一応。明日こそ夜ね、そうそうそう。明日よさそう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 、山。いや、明日はガチでなんかフジロックみたいな感じってなんかね、聞いたからね、マジで。行ったことある、うん、なんか、スタッフの人に、そうそうそう。うん、いいねって、美佐子さん、いいよ。お前は、いいねですよ、本当にマジで。まあまあ、急に決まっちゃったからね。急に決まっちゃったからしょ。本当は行きたかったかもしれないけどね。モノ君はか何カメラマンだねって。ああ、大島を撮るときね。あ、俺を撮るとき。ああ、そうだね。うん。精神薬ありがとう。ありがとうございます。キャンプ場とかあるんでしょうか。あ、そんな感じなんですね。なんか、
キャンプファイヤー、キャンプ体験みたいなコーナーあるらしいみたいなのはちょっと見ない。キャンプファイヤーあるってなんか、とかお前らが言ってたんだけど、本当にあんの？キャンプファイヤー。どうなの？キャンプ、あ、天野さんがやろ、天野さんがね、そうね。ぶっ壊って言ってたよね。ラッシュボカルマジで言ってたよね。いやこれマジで言ってたんだけど。はい。ぶっ壊しますよ。使え。これちょっと誤解はちょっと受けないでほしいんですけど、前もってちゃんとね冗談だってことをちょっとね。あのね確かにって、ね、当たり前だ。いや天野さんもちょっと今日ラッシュボでねちょっとやっぱこんな目にあってね。もう天野さんも超ショックで頭おかしかったと思うけど。割と本気で言ってるよね。だからお前らから明日キャンプファイヤーあるって聞いたから、明日キャンプファイヤーあるらしいですよって言ったら、ぶっ壊してやりますよって言ってで、俺が神聖かまっちゃんだって叫んでやりますって言ってさ、こいつ俺らに恨みのもあるこいつ何考えてんのって。そしたら私はのこくんだと思われますよねとか言ってまずこれやってない、恨まれてるよね。じゃ冗談で冗談で冗談で天のジョーク天のジョークでもまあそこまで突き切ったジョークは初めて。そうだね、本当来ちゃってるね。いや今日はね、アナさんのジョーク割とガチなのか、あの冗談なのか分かんない時多いね。それはね、うまいんだよ。まあ、意外と本気で言ってる。ちょっと行き過ぎちゃって、意外と本気で言ってるから。本気で言ってるからちょっと恨まれてるじゃない。いやでもまあでも明日本当ちょっとマイムとかだから踊れるのかな。日を囲んで。いやでもちょっとね分かんない。だから明日ってちなみに天気ってどんな感じなのね。三田兵庫明日はちょっと雨雲レーダー見ますか。雨雲レーダーやったら大丈夫。リスナーが早いから、リスナーがもう一瞬で早いから。明日も怪しいよ。あマジで配信で急に叫んだやつよかったよって何がどういうこと。あの仙台かなんかじゃないですかね。え俺が、あの天野さんがね。天野さん前も小学生の時のこさんにゃん太郎って言われて何言ってんの。めっちゃ知らない。何それにゃん太郎って。知らん。出番は遅いの。出番はだって鳥の踊っての前だもん。鳥が踊ってで、それで俺ら前だから何時だっけ。6時ぐらい、6時ぐらいだって。そうそうそう、うん、確かに。京都あんま変わんない。京都あんま変わんない。ここ数日夕方関西天気便だからちょうど夕方です。にゃん太郎、にゃん太郎っすよ。あれだ、ちょこちょこちょ、インスタであげたじゃんって。何があげたよ。にゃん太郎、にゃん太郎知らない。知ってるよ。だって俺がインスタでストーリーであげたもん。あのサービスエリアで猫みたいな人形のなんか電気マシンだろ。電気マシンみたいなやつあって、俺が名付けただけで。それをあにゃん太郎見つけたって、やっと見つけた、ずっと探したんだってインスタストーリーにあげたんだよ。そうそう、俺がにゃん太郎って名付け、そういうことです。はいはい。あれ猫なのって知らねえよ。知らねえよ。何も知らねえよ。何も知らねえ。全部グルーブだ、グルーブ。小ボケじゃない、グルーブだよ。だいたい SNS はグルーブだろ。にゃん太郎相当調べてよ。なんでだよ。なんでだよ。知らねえやん。これ森コレクションストーリー見て、あこれなんか名前あったんだって思いました。ああそうなの。いやこの話題続けんなよ。ネーミングセンスは良くない。ネーミングセンスは良くない。にゃん太郎って可愛いね。さすがだよそれ。めっちゃ調べてる。にゃん太郎調べてる。じゃあみんな使っていいっすよ。なんかにゃん太郎、自分のなんか犬とかなんか、はい、なんか使っていいっすよ。名前そうです。はい。まあいいや、この話題どうでも、はい、明日ちょっと本当にね、明日もね天気、そっか。あ、いや調べた。今っていうか、でもリスナーがいるけど、本当に怪しいっぽいけどね。あ、見た。ね、言ったもんね。ゆうのすけっていつもさ、なんか天気のこと言うと、雨雲レーダー使いますって、お前なんかさ、ね、なんか名台詞みたいに言うの、お前。雨雲レーダー。雨雲レーダー。雨雲レーダーが一番便利です。雨雲レーダーっていう、なんかそういったキャラ付けしてるのか、お前。いや、ドラゴンレーダーみたいな。何キャラですか。ピロンピロンって。雨雲レーダーで、いや、言うは絶対いつもそういうもの。雨雲レーダー見ますって。結構便利なんですよ。探しましょう。いや、まあ、直近の天気は、あ、でも明日の5時50分です。5時50分です。5時50分から。グリムスパンキーさんがね、そうそうそう、コロナになっちゃったんだよね。はい、その代替えで、そうそう、それで、主催者の人が、そうそうそう、新生かまちゃん、ね、大好きマニアで、それで出させてもらった。急遽。うん、あれピンチいったそう。ありがたい、ね。初めから呼べよ。初めから呼べよ。でも、いや、でもありがたいです、本当に。うん、ありがたい。だからね、かまっちゃんおさこるって何や知ったの。いや、知ったとか。まあまあ、すごいって。いや、大好きマニアだから、そう知ったでしょ。うん、そう、大好きだ。そう、大好きじゃないと呼ばれないの。
いやでもだからちょっとね、フランスなんていう判断場の判断ってしょうがないじゃない。しょうがないです。結構だね。しょうがないもんな、ね、当たり前しいからね今ね。あ一応今天気予報見た感じだと15時に1回ちょっと雨が降りそうな。15時あ3時、3時だから僕たちの出番前にもさちょっと降りそうな予感は。今日もさこの雨雲レーダーお前に聞いたらそんな感じだったじゃん。はいはい。雨雲レーダー何なんだよ。雨雲レーダーはヤフーのなんか便利なやつですよ。今日ってギャラ発生するのって何がだよ。何金の話なんかすんの。ギャラなんか別に発生しねえや。大体ギャラなんか発生しないからね。プロモーションだからね。プロモーションみたいな。うん。てるてる棒作っといてください。雨雲レーダーってアプリは分かるわ、ね。案件か。ファン全員でてるてる棒作ったらゲラ号とかなくなりそう。いや、リアルな話取らないね。まあ、そんな。あ、そんな甘い世界じゃありません、この世は。交通な。うん。ヤフーって当たりにかどういうこと？うん。雨雲レーダーってけどそうなんだ。マジレスっていうか、マッショだって、それはじゃあ、冷めること言わないでって何？別に冷めること言わん。冷めることもね、大切だよ。ね。温めて冷めて、それでなんかね、あの鉄って硬くなってっから、覚えとけ。うん。人間関係するから。いやちょっと明日8時半起きで。そうですね。8時か。まあ人によるけど。明日そうだから、まあ、うちらは、はい、あの明日康次郎くんっていうねサポドラムの子、ねはい、その子と明日大阪でだからまあ急遽決まって、はい、そうその康次郎くんもありがたいことでそのね曲目もすぐねパパ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 ってね覚えてねくれててね、で明日ねあのスタジオ練習朝なんですよ、はい、スタジオ最終確認ね。初めてよね、多分初めてか分かんないけどライブ前にスタジオ当日朝そう明日朝10時ぐらいからここの大阪のどっかのそうスタジオ練習最終確認してそういうことそういやマジかっていうの、ね、急遽だからそう急遽だからうんそうそういうことそういうこと康次郎さんには美佐子さんでも来てもらってあれダブルドラムでいいよ、うん、あそうだね今からあれまたあれブーメランみたいに持ってきてはい明日キャンセルして明日キャンセルして私はドラマだっつって康次郎くんって関西済みいや東京からわざわざこのために来てくださいあそうだね東京ですよ、はい明日の朝中心だったらもうマジ合わせる顔がないよ。そう、康次郎さんには本当に康次郎くん雨降ってきたね。報われない思いをすることに。お前冷めること言うね。そういうことを言ってるとちゃちゃねあの言霊ってのがあるから。あ、なるほど。ちゃんと温めて。温めたらあの神様もさ見てるから天気の雨雲で。あったかいね。あったかいね、そうあじゃあ雨はやめとこっかってねじゃあちょっと雷もやめとこっかよし明日はねこいつらに晴れ晴れした日々を送らせようって君明日は晴れそうだからそうだよ言葉ちゃんと選ばないと今モノさんが晴れって言ったらちょっと画面明るくなりましたああすごいじゃんそうそんな特殊なのかなお前すげえじゃんお前、まあね、ディスプレイ明るくできるよ指さしたらさ、なんでしょ。なんでなったんだろうな。俺もびっくりしたけど。今めっちゃタイミング良かったですよ。ちょっと足ちょっと怪しくなってきたらやってください。ああ、晴れ。やれば変わるやればお前は晴れいやそれ多分iPhone のディスプレイが明るくなるから明るくなったね意味ないでそれじゃお前の能力は多分そう天気じゃないんで iPhone のディスプレイだじゃあティム・クックだけかあそうなんだなぁ能力に天気の子じゃんいや俺だって今日マジで晴れてくれってめちゃくちゃ祈ったからねいや、お前言ってないだろ、一言も言ってないだろ、お前晴れてくれとか、お前全力でお前こんなん俺しか言ってなかったろ、お前らふざけんなよ、お前タバコ吸って、ああ雨かまあ、実際そう
なんでこうだって。ああって、トイレどこだって。実際そんなんでしょ、ね。いやでもマッシュルームはこんなやり方かったよね。いや本当に今日どんだけ楽しみにしてたかっていうね。まあまあまあ、ね、でも、まあ、仕方ないですよね。だから俺らはね、もう二度押ししたからね、ね、フェス関係者の、はい、ね、主催者関係今日できませんでした今日できなかったんですけど来年関西人のおっちゃん、ちょっと二度押ししたときはちょっと怖い怖いとか言ってたそう、怖い俺ら全然通りなんだよ。のこさんがニコニコ近づいてる別にニコニコ近づいてもいいじゃん、あんなそう、ね、普通に、普通に笑顔でさ、ね、なんで、なんでその笑顔は怖い怖いってなんなんだよと思ってさ、いや別にさ、お疲れ様ですって感じでいや、今日大変でしたね大変でしたねってさ明日は晴れるといいですね。怖い怖いってどういう意味だよってあれ今思えばな真顔。真顔で言っても怖いじゃないですかそれ。いやいやいや別になんで別にいいじゃねえかそんなもん。いやでも来年出せよ。いや来年出せよ本当にこれ今日出れなかった面つづりな。よろしくお願いします。ね、決めてやるからってね。いやいやでも青木さんもね青木、うん、うちなんぞライいつものうちらのイベントの青木さんもかかってるんだけどベイキャンプの青木さんも全然だからね、うん、絶対出すよ。最近こんなばっかじゃんとか言って言ったのにそんなことあなたが言ってもって日付変えるしかないよってまあ時期ねまあねもうねえねえあるでしょうね来年絶対行こう絶対やりますいや、ね、実際時期とかまあだからね、はい、矢がやめるっていうのは増えてくんじゃないの、うんリアルな話、まあ、だって大赤字だろうね、まあ、大赤字かかんねえけど、うん、なんかいろいろ出てくるでしょ。割と回収できてないと思いますよ。なんかね、イベントは。秋フェスにしようよ。秋どうなんですかね。それはそれで9月とかになると台風だとかやってくるじゃん。ね。10月とかだとまだできなくはなさそうだけど。だから寒いじゃん。まあ運ですよね。寒くなってくるから10月とか。確かにそうですね。そうなると野外がね、やっぱり一番。はい。寒くても暖かくなる。いや、無駄だよね。うん。いや、これけどみんなやっぱ思ってることなんじゃないかなと思うけどな。このここら辺の今やっぱアップデートしないとダメなんじゃないかって、やっぱ今の日本の気候に合わせて。屋根付きドームとかいいかも。そうですね。だとドームとか。ウツフェスは10月だっけ？9月の18日ですね。その時はまた諸石さんが具体的なところで夏は命の危機を感じるねえ。うつフェスは屋外なの屋外なわけねえだろうがもううつフェスだぞ名前名前がうつフェスだ野外なわけねえだろなあ地下だよ地下ではないですね地下ですね空気は違ういやでも本当今年いっぱいフェス出てますねいやありがたいありがたいことに本当に、はい、これ本当ありがたいかまってちゃん、ねうん、ここからもいろいろやっぱ盛り上がったよねやっぱベストアルバムもねそうですねやっぱねこういった話もねまだまだだから前も言ったけどまだまだすごいニュースが、ね、あるのでありますのではい、はい、ね他人の力借りてな言い方をブレイコーでしょいやいやでもまあまあそのありは強いですブレイコーでしょいやでも本当今回のクロテノーリアねアカネちゃんのやつねマジでめっちゃね評価評判なんか TikTok でもだからめっちゃバズってるでしょ あそうなんですね俺 TikTok アカウントないからアカウントないけどお前の動画が一番伸びてんだよねだからモノさんの何なのあれだから100万回かわかんないけど10万回再生ぐらい再なんか結構再生されてるでしょモノくんのただあこのおっさんが愛してるだけのあれ何なのあれって実はなんでなのあれ実はなんでモノくんのそんなに言ってんのそうなんか可愛いからでしょな来たお前の初めて活躍の場が早くアカウント作れ可愛いんだよモノくんって可愛いもんないやいやお前言ったことないだろいや今思った今思ったのかよモノクって確かにか分かるけどモノクの時代は可愛いけど可愛いって言うけど昔から言うけどモノクを可愛いっていうね
言ってくれる人はなんか2人ぐらいなんか、まあ、ちょっと、ね、ゆるキャラいるんだよね。いるんだ。ありがたいけど、ね、いるんだ、いるんだよ。なんか、うん、それがだから TikTok のね、あ、若い子とかそういう連中の刺さるんだよ。ゆるキャラっぽいよ。ゆるキャラっぽい、うん、なんかポケモンのドガースみたいな感じこうなる。ちょっとわかんない。ずっと作んじゃない早く。あ、今絶対後悔する多分。なんでこれ伸びないってなるもん絶対。あれ伸びると思ったのにってね。いや絶対伸びない。いや絶対伸びる。いや伸びる。いやたまたまだと思うよ多分。いやたまたまだ。うん。だからたまたまだじゃん。たまたまじゃない。10万回転いったから。だからたまたま。韓国人かなんかやっぱ俺の顔タイプなのかなって思ったけどね。ああ、なるほど、そう言ったのも。そうそうそう、じゃあ、じゃあ、もう、なおさらチャンスでいっぱい、世界にも、海外にも。はい。まあ、突っ込んでほしいんだけどな、そこは。もの、かまってちゃんの赤でもいいから、また載せてほしい。いや、も、まあまあ、けど、モノ君はだから、わかんない。ね、普通に名前変えてもいいしな。うん、ズバットマンとか。ズバットマンポケモンじゃねえか。え？いや俺は個人なわけ。いや俺はもうあれで終わったから、バインで俺はもう死んだから。あれだバインでもう俺だからもうモノ君かもうユウノスケかもうね、そっちがねムサコさんとかでもやってる、個人でやってるんです。ちょっと俺の後を受け継いでくれ。あの時のバズ僕2人で混ぜじゃない、2人で混ぜじゃない、あの2人で踊るとか。いや踊った、いや踊ってもしょうがないけど、なんだろう、わかんないけど、まあまあ、なんかけど、なんか、まあ、ないか。なんか、ないだろ、うん、ないよ。いや、ないないって言ったら、お前何も始まんねえじゃねえか、この野郎。お前、ないないって、お前、ないないって、お前、ここまで来れねえだろ、お前。ね、あるある言ってきたから、お前、ここまで来れてんだから、お前。やる前から、お前、諦めるバカいるか、この野郎。戦う前から、お前。あるある言ってる人間についてきただけだよ。あるある言ってる人間についていただけだよ、バカ野郎。なんでバカ野郎って言わなきゃいけない。だいぶ話がもらってる。バカ野郎って言ったら。バカ野郎って言ったら、俺取れた。もう猪木だって言ったら、お前、赤の大抵取れると思う。いや、モノ君けど、やっぱ一回、YouTuber チャレンジしたい。一瞬で一瞬ありました。マジで、あの本当に高速、うん、マジでもうなんか流れ星のようにあのファンもなんか見つけた人があれいたみたいな感じの一瞬のなんか YouTuber 収益もう溶けちゃったもんね。あの時って動画作ってなんかあれ、うん、近所犬の散歩、そうあ、うん、でもあれ頼んで作ってもらったんだあれ。いやだから違う、今だって今時代来て、あの時なんかみんな遅れたんだよ、なんか、うん、分かってなかったお前の可愛さを。でもそれこそそういうのショート動画とかでやれば、うん、そうだよ、犬とかだってはまあ横浜にガリガリ君食ってるだけでさ10万回100万回いったんだぞお前。まあだからお前相当か可愛いっていうか、なんか魅力が、とにかくガリガリ君の CM くれよって感じ。いやお前早いよ、だから違う、ガリガリ君だからそれまああとだからそれ伸びて、うん、自分で作ってフォロワー数まあ100万人ぐらいからなるかなそこまでいったらガリガリ君のね、あのコラボできますよ。ガリガリ君って名前で始めるしガリガリ君2、ガリガリ君2号怒られんじゃないかな。いや怒られんじゃない、ガリガリ君2号でずっと、ガリガリ君2号、ガリガリ君2号でどうする2号すでにいたら名前もだから物からガリガリ君2号に変えて1年間それで期間限定頑張ってみて、無理だったらまあショック受けて物に戻す、うん、いやでもリアルな話ね、フロントメモリーとか流れてたからね、そこら辺が出ないと思うけどね。いやそんなリアルな話すんねん現実見ちゃったら何もだから始まんねえ。いや現実は見た方がいいと思うけど、ね、いやなんかだから何が起こるか分かんないでしょ。だって今だってリスナーってこいつら絶対見るよ。まあまあ、ね、ありがたいね。だから例えば今リスナー数これね、あの400人いたとしてさ、これさ400人がねもうあの10万回見ればさ400万回再生くるね。まあ確かに30計算でね10万回も見てくれるかな。10万回見て、うん、くれるかな。これないと思う。まあでも見るよ、見るぞ。でも見る見ますよ。もうなんかめんどくせえからやれよ。いや俺めんどくさいからやりたくないんだよ。違うんだよ、これ違う、こんな話がめんどくせえからやれよ。
いやなんかいや違う やったらやったで俺はねちょっといやもういや悪いけどちょっとね俺はもうなんか楽しんでんだけど見たい俺もめんどくちゃってくれない見たい見たい俺は見たい昔からミクシーとかツイッターも今でそうだけどあいつねポストしないでしょ全然そう俺あってほんとダメなんだよね俺けどモノ君にアドバイスしたことあるよ最近だからねあの何でもないことねそうそうモノ君はだから逆にラーメンが美味しいバカ野郎とかそういったのでマジでいやだってそういうのモノ君って結構やっぱバカ野郎ってよく言うじゃんこいつなんか自分が一番バカなのにインスタの更新を待ってるよ知ってほしいだからそういうなんかあれなんか何気ないむしろ画像のっけんじゃなくてモノ君はつぶやきが面白いと思う、うん、ふざけんなね青森来るんじゃなかったバカ野郎とか昔お前やったじゃんなあ、ああいう感じでそうでもそれをあんのあんな言うのお前だけだよお前だけしか言えねえやんな青森来るんじゃなかった電波がないっていや酔っ払ったのか酔っ払ったのか申し訳ないと思いますよあの時の勢いどこだったんだお前いやいや若さを取り戻せいやだから本当に今は本当にあもうこんなこと言ってもしょうがないなってぐらいつぶやこうと思わないねやっぱりねうん眠いとかね眠いいやでもいやいやしょうがないってみんな思うけどそれがあった心が温まるんで温まるこいつこんなツイートしてるバカだなーえ世の中平和だバカだなじゃないの可愛いんだよさっきの可愛いそのモノさんの日常を見たい人俺当たってない考えずんあのなんかそのモノさんの日常的なつぶやきを見たくて多分フォローしてる人って多いと思うんですよ。なるほど。ね、俺正解だよな。そうで、俺よく分かってる。正解って言ってる人そんないないんじゃないの？いや、俺は分かってる。うん、俺結構プロデュースは能力あると思うんですよね。まあ、元々あると思うけど。うん。プロデュースする人間間違ってる、ね。おはようツイートとお休みツイートを欠かさずになって。大面倒くさくてやだ。面倒くさくねえだろ別におはようとお休み言うぐらいだから。なんで絶対忘れると思うんだ。でもそれも毎日おはようとかお休みとかちょっと言い方とか変えて文章とかやっぱそれはめんどくさいかもしれないけどねそれは有名になるっていうのはめんどくせえんだからしょうがねえだろだから TikTok だってそうだしむしろ TikTok でやれよおはようってリッキーの前でしょおはようおやすみとかあとは他の人の真似とか何でもいいけど、ねうん、起きる気なくしそうってうん、そう バズですね。TikTok、そうそう。うん。おはよう。え？だが、それでいい。名前はモノ。おはよう、おはよう。眠い。眠すぎる。だが、それでいい。俺は好きだけど、ね、俺、いや、俺は好きだけどね。いや、ぶっちゃけ言うと、マジで、まあ、正直な、別にまあまあまあ、なんか、バズんないにしても俺が単純に見たい。それ面白いけどなんだこいつって何やってんだこいつってなんでこいつ TikTok やってんだって悲しいだがそれでいいなんかいや今ワンチャンあるかも会議みたいで会議やばっちゃけど会議だ俺そのキャラけどワンチャンあるんじゃないかなってフォロワー5000人ぐらいは行くんじゃない？行かないだろう、ね。いや、マジ。5000人ぐらいは。いや、TikTok ってけど、ちょっと5000人とかはまだ行くんじゃない？結構なんか、ね、俺見てた時は結構みんなね、そこら辺の人でも5000人とか行ってることがいっぱいいるからね。まあ。だから、ね、モノクンレベルだったらやっぱ10万人も夢じゃない？絶対行かないって。ねだってモノさんのあのライブ後の自撮り好きな人って絶対多いと思うんですよ。あの最近してないし。なんでしなくなった？めんどくさくなっちゃって。めんどくさくなった。何がきっかけだ？めんどくさくなったってどういうこと？いや別にそんな大好きあれ好き。お前人間関係悩まないだろ。人間関係悩まないよ。うん、悩まないけど悩まないからよ。悩まないから。うんやっぱり。あお前リップとか見てる？リップは見てる。あ見てる。うん。うん、いいねって言ってるよ。いやーなるほどね。いいねするぐらいあったり、うん、文字打つのがあれなんだ。文字をポチポチ、うん、それがもうダリーな、ね、音声入力するじゃん。多分まともになってくんないよ多分あこれじゃねえよってなると思う。俺が言ってる言葉はこれじゃねえよって
滑舌の話そう悪すぎてそう打った方が早いわちゃうってまあ知らんけどいやでも TikTok はちょっと見たい本当に見たいなものっていうのでも一回本当バズってくからねそうねこの手に盛りとか絶対俺原因じゃないって当たり前だじゃあいいじゃないかじゃあいいじゃねえよ違うよくね見てんだよ面白がってんだよいやでもありがたいけどそれは音声入力でちょっと間違ったまんまで出してもいいじゃないますます意味わかんないことになっちゃうでしょ間違い方によってそれがいいじゃないでもどのみちかまってちゃん公式のやつはねもうできたからってね多分ユーモスだけど多分ね他3人結構天野さんからなんか引きもらおうかな指令がそう、ね、ちゃんとギャラもらってだって実際俺家に行ってさ急にアイス食ってギャラつけるなんてマジかよ明日移動じゃねえかよとか思ってそうだよ、うん、家にいてガリガリ君すいませんあのガツンとみかんからガリガリ君食ってる動画送ってくれませんかやばマジかよとか思ってしかもアイスしてそうすいません今ジャム食ってるんで雨やんだら送りますあマジそうだよそんななんか今パッと見たら雨降ってたからさいや雨降ってるのは今まずいから晴れたらじゃあ送りますねそんな感動的な 裏側がでコンビニ行ったらガツンとみかんねえからガツンとみかんねえガツンとみかんってまあそうそうないもんなチョイスするのもちょっと考えるよな公園行ってこうやってもうちょっとパティコとかありそうなもんにしようよなあれな公園行ってこうやってしてるえ結構めんどくせえことやってんじゃんまあまあそれ1回だけだよねまだね、うん、結構いや分かる俺本当に何もねかかってなくて俺は全く連絡来ないのそのなんかアイスとチャレンジだっけアイス持ってあの直立してる動画だけ残さないあれじゃあサービスエリアです、はい、いやあの時はなんかちょっとたまたま、まあ、移動のあれだったもんね、うん、いやだから、まあ、でもまた新しいのとかやってくんじゃないですかねえあれって、なんかフロントメモリーだけど、もう MV 上がったからもうとっくに終わったと思ったけど、あれ、永遠に続く。ベストアルバム関連でずっと続くんじゃない、うん、アイス食べる以外の何かはやり続けると思います。ああ、なるほどね。はい、またじゃあ、まあ、これはちょっとネタバレになっちゃうから言わないけど、次のなんかまたベストアルバムからの曲のリリースから、それに合わせて何かをやるってことね、それはちょっと期待しますわ。うん、それちょっとネタバレになっちゃうんで曲とか言わないけど結構大変なみたい結構大変、うん、曲によっては大変なみたいなと思うんだけどモロ君じゃあちょっと富士山ちょっと弾丸で登ってみてであのセリフ言ってよとかねとか言われたらもういろいろ困るけどねいやいいんだよ、うん、そうなんだそういう感じなんだ何の曲が来るんだそれはお楽しみにまあでも結構曲も俺ら、はい、MV 撮影もね なんだかんだあ来月か9月か、ね、あ来月そうですね来週とか来週とかですかね、うん、あとレコーディングもだからね前も言ったけどまだあるし、はい、本当に売れっ子バンドマンですよ BG なさあ最近だから本当そうですね、休みというのはすごい貴重に感じるよね。そうですね。何してやろうかってやっぱ思って。貴重ゲームしかないんだけど。僕も今月バイトとかは含めると1日2日ぐらいしかその何もない日っていうのがなくて。言うてけど家でずっとハンダコと一緒でしょ。休み。いやそれする暇もないですね。いやマジでやってるかお前。あめ、うん、はい。ハンダコずっとやってる。いやずっとではないです。やろうって時はハンダコって何作ってんの最近？最近はハンダコってしてんだってよ。でもユウは今日ハンダコって職人だからマジで。そうハンダコってタイムがエフェクター作るそうね。まあエフェクターしかやってないですね。エフェクターだからもう買わないで自分で全部作っちゃえばいいな。ベースとかもやろ。作ったら作るじゃん。ベースも作ればいいじゃん。木からね。木からね。うん切って。うん、板箱でねいやあのちゃんといいの作ろうと思うと、うん、普通に買った方が安いとかあるんですよ。うん全然あでも作ろうと思えば作れるんだ。いやーどうでしょう。むずいっすよやっぱいやむずいけどやろうともできるんだ、うん、いやちゃんとは無理だと思います。ちゃんとじゃなくてもちょっとは無理だ。作ろうと思えばすげえ見た目ベースみたいなのできるんだ。あいやあベースですか。
はい、ベアベース、ベースは、あ、でもまあ、エフェクター、エフェクターな、エフェクターもそうだし、まあベースもなんか空飛ぶエフェクターとか作れないの。そうだよね。そのなんかね、ユーミンとかなりたい。どういうこと？お前が浮くんだよね。俺はえ、だってそういうことだよね。いや、まあ、そうだけど楽器じゃないよね。楽器じゃないけど空飛ぶエフェクターとか、空飛ぶエフェクター、何のメリットがあるんですか？お前じゃあユーミンにお前あれ あれ飛んだ時とか、お前ユーミンに言うのか、あんた浮いてどうすんすか？そう、あんた浮いてジャニーズとか、お前それはパフォーマンスじゃないです。それはパフォーマンスじゃない。いや、だから俺のパフォーマンスでそのままエフェクターだけがエフェクターじゃない、エフェクターどういうこと？遠隔操作でユーが踏んで俺が飛ぶんだよ。あ、なるほど、そういうことですか。そういうこと。2023年だからね、そういうなんかあるでしょ、化学物質、あの足元でのお子さんをリモートで操作する、そういうのよく詳しいし、ペットボトルロケットみたいなのしませんそれだ、だからそれ2023年じゃねえじゃんって、それ炎のチャレンジャーっていうのよ、90年代のやつ。特王国とかね、飛べるのかって果たして飛べるのか。2023年だからやっぱそういうの出てほしいよね、本当に。いや本当にそう、いやけど本当にそう思ってんだよ。なんかそういったなんかだから一向に変わらないじゃん、なんかやっぱ昔からライブステージのね、まあ、うん、そう、うん、俺もだいぶ数にしてもさ、で、あれもいいんだけどさ、もっとだいぶもなんかさ、すごいだいぶとか、あ、そうね、羽が生えて登場したら上からギターが降りてくるとかそれなんかアナログじゃん。それ別に布袋さんとかやってたじゃん。確かにやってきた。一回なかなかパラシュートとかやってる。パラシュート、パラシュートってだってあれだいぶ落ちるまでの距離がないと開かない。やばいやばい、あの、あんまり上からだとはしご、はしご、めっちゃでっかいはしごとパラシュートで、めっちゃでっかいはしごとパラシュートで、はい、それでも距離絶対ねえだろ。あのその開く前の、確かに開く前に絶対俺ね、そのまま激突して骨折で落ちるわけじゃん。いやだから違う、そのアナログ、ビーステとかならできる。違う、お前の夢がねえな。アナログ的なことばって言って、だからなんか未来的な話したいんだよ俺。未来のなんかそういったさ、見えない階段みたいな、そういうの。そう、やっぱそう、見えない階段、なんかそう、なんかね、未来的な新しいなんか機材みたいの出てきてほしいんだよね。なんかパフォーマンスね、パフォーマンスね、うん、パフォーマンス、これ魔女の宅急便かと思って、これジョイディビジョンだよな。優しさに包まれた俺の流れで、このなんかリズム、ジョイディビジョンか、結構何回か流れた。まだ AR の方が話が広がるのでは。確かにそうですね。いやでもなんか蛍光塗料が塗られてる弦とかあったりするんですよ。あの色ついててちょっと光る弦みたいなの。あ、そうなの。あれ本当に音がクソなんですよ。え、あ、そんなあるんだ。あるんですよ。蛍光塗料でなんか暗い中で。はいはいはい。へえ。あの、なんだろう、蓄光みたいなのになってて、そう、音が本当にクソなんですよ。でも音がクソっていうか、まあ、では見た目重視で、はいはいはい、だからみたいな感じか。見た目重視だから、うん、ダメなんだ。そうなんですよ。蓄光最高って何蓄光ってよう分かるね。あのあれです、あの光溜めて暗くなると光るやつです。太陽系みたいな感じ。はい、絶対適当に言ったの。絶対適当に演じて。まあ明るいところに置いといて夜光るやつだよね。モノくんも光ってほしい。僕光ってどうすんだよ、見えねえじゃねえか。見えねえじゃねえか。俺って分かんないよ、多分。確かに、光ったら逆に。ねえ。ね、誰あいつってなるでしょ、多分。神々しい人。そうそうそう。宇宙人かなんかと思われるの、多分。宇宙人。絶対顔見えないですもん、いつも光ってるからねって。いつも光ってないだろう。でも、この間ロボットの夜で光ってる。目だけね。あ、でもあれやっぱよかった。あれ買ってよかった。あれ買ってよかったよ。あれ、手柄だし。そうそうそう。うん、俺もあれ、昔ファンからもらったやつなんだけど、あれ、家で足、あ、踏んで ぶっかしちゃったね。プラスチックだよね。そうそうそう。踏んじゃったんだよ、あれ。だから新しく事務所で買ってもらって、そう、前回買って、そうそう、使ったんだけど。で、2台買おうながら。じゃあ、だから今日も、だからロボットのようにそれこそさ、やろうとしてさ、ね、準備してましたよ、ね、準備してさ、そう、あのメガネな楽屋で2人とかやってさ、チカチカするで待ってるさ、中止です。でも
嘘でしょって光ったまま光ったままね、かかりにそうえいやショックです。いや悔しかったねけどね、悔しく悔この悔しさをバネにしようっていうなんかありきたりな言葉を使おう。はい、来年来年ね、明日も来年もね、来年そうそうそう、うん、ありこのありきたりな言葉を一応使っとこう。悔しさをバネにしてなんかなんだそうする気はまた明日だとか、ま、来年とか来年とか頑張りましょう頑張りましょう。まあ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 けど本当にまたね本当にね、はい、うん、それはそう大阪でもねラシボでもあると思うから、うん、来年もっと光らせよう。確かにそれまでにもういろいろ光るもの身につけときますか、うん、集めて、うん、あ確かに、ね、そういうそういうプログラミングとか勉強しておきます、ね、プログラミングなの本当に。いやなんかパターンとかあった方がいいじゃないですか。おーいいね、すごいもん、ね、光るパターンとかすごいもん、ね、やっぱ、うん、あと光るパジャマとかいい。光るパジャマ、パジャマをじゃあ昨日、ね、フロントマンなんだパジャマって光っちゃうな、パジャマっぽくないんだよ。あ、そう、俺この前言った、この前配信でも言ったんだけどパジャマ、あれお前ら聞いたっけ。あ、僕はあのいるときにこう話聞いてました。あ、お前聞いてない。うん、何何。あ、なんかあれパジャマいよいよ物販で作る計画あるっぽいよ。すごい。すごいと思ってないの。お前本当に思ってないの。いや、思ってないの。皆様お待ちかねの。いや、売れたらいいな。欲しい。売れたら。いやでもなんか1だから1万円ぐらいかもしれないだけね。え、もちろんデザイン。いやなんか俺のイラストでな何かなとかわかんないけど、今まだだからなんか考案中。あ、まあだからそれからいつなのかわかんない、来年なり1まあ1、ね、そう1万円はかかる。そう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 、え一種類のみって、いや知らない、もうなんかもうああでもまだまだトークしかしないもん、楽しみないでもございます、素直にしてお願いします。なんか絶対買う、1万でも、あ、今日いやみんな買いますね、1万円のパジャマって。1万円パジャマなんて買う、いやだからパジャマないもんないのないないない、えないよ、 T シャツとあの短パンで出るようにパジャマ着てないの。僕も高校の時のジャージとかで寝てます。うん、モノクはパジャマが ないんだ。パジャマないよ。俺長い付き合いだけど初めて知った。ないないない、パジャマが着てないよ。え、人生でパジャマ着たことない。え、子供の時は着てたよ、さや。ちっちゃい時は。いつから着たの。多分中学校ぐらいから。裸ってわけじゃない。これどうしよう。そうそうそう、これで出てるよ。T シャツと。ほら、なんかかっこいいやん。かっこいいのか、海外の人みたいなの。いや、靴履きながら。アメリカ人とか海外の人とかなんかそういう感じじゃん。海外の人は靴履きながら寝てるもんね。うん、冬とかは？冬とか長ズボン。長ズボンに T シャツ。ジーパンとか？ジーパンではない、さすがに。あのスウェットのズボン。うん、ラゾックかと思って。まあラゾックでは、ラゾックって。ビジネスホテルはラゾックだよ、俺。昨日とか裸で寝てたよ。え？もったいないじゃん、着替え。もったいないじゃん、何？着替えの枚数減らすみたい。何がもったいない？いや、部屋着あるじゃないですか。何がもったいない？部屋着だって明日着替えた方がいいじゃん。マジで？いや、じゃなくて、俺の隣の、モノ君隣の部屋なんだけど、お前全裸だったの。まあまあ、パンツ履いてるよ。ああ。パンツ一丁。パンツ一丁。部屋についてるやつとかは着ないんですか？部屋なくなかった？ありますよ。開けてたら、あ、知らなかった、そうだよこれねえやと思って、お前これが開けたら、これがあんの知らないってやばくない？え、だっていつも大体お前ドラえもん始まんねえじゃん、お前ここで置いてないだろお前これがあって、これあったんだ、知らなかった。え、これがお前ビジネスホテルにあることは知んないの？机にこういう引き出しがあること自体知んないの？いや、あるのは知ってたけど気づかなかった、今回は。あ、僕もちょっと探しましたけどね、ねえやと思って。そう、タイムマシンだよ。パイキンで寝ようと思って、昨日。パイキンで寝て。でも、パイキン寝るの好きなんだよね、こういう時。ああ、パイ、変態だから。変態だから。あ、ちょっとそういう癖が。そうそうそう。開放感みたいな。パイチになると、そこはなんか、筋肉マンみたいな気分になるのかな。そうそう。プロレスラーみたいな。そう。ハンマーパキみたいになる。ああ、なんか強くなった。なった気分になる。あ、そうなんだ。へえ。ライブではパンチなんですけど、迷惑だと思うからね。迷惑だと思って。
でもパジャマ着ないのけど俺本当にパジャマ。これね本当これマジで。いや俺結構モノくんって全然パジャマ着て寝る派だと思ってた、むしろ家で。あ、こういうポンポンボイスとかかぶってる。いやいやそこまではいかないけどマジで。そんな星のカービィもあれじゃないから。なんかそこまでいかないけど本当に普通に家では。そのパジャマ。マジか。シャツ。俺逆にシャツとかなんかわかんない。なんかそれで寝るのとかはあんまり逆にちゃんとパジャマで寝るパジャマ着たい。そうそう、なんかちゃんとなんかあの遠征の時とか持ってきてる。そうそう、たまに持ってきたりするの。あれ質感ね、でもこれ、まあ、だってこれ靴でしょ。ね、まあラ族もわかるけど、モノ君は青と白のチェックのパジャマ着てるの想像つく。あ、そうそうそう、俺もだからそういう感じだと思う。シャツはだけるやん。ね、そう服着てる方が落ち着く。フルチお腹冷えそう。だからね、ゆうのすけまでの時パジャマパーティーみたいなことあるじゃん。ああ。あの時まだ僕買ったからね、パジャマ。ないから。なかったから。あ、こんな感じやん。そう。こんな感じだったの。まだまだ買ったのよ、あれ。パジャマね。そのパジャマ捨てた。パジャマどっかにあるけど、着てない。たぶん。たぶん、タンスの中入っちゃってる。意外だわ。結構清潔な人間だから、そういう潔癖な人間だから潔癖な人間だから潔癖ではないけど、まあまあいや、まあ、潔癖で綺麗好きですよね。ね、潔癖だよね、こいつ。部屋超汚いよ、俺。いや、でもなんかやっぱ中古品ダメとかあるじゃないですか。誰が触ってもそう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 、うん、中古古着ダメ、メルカリとか絶対使えないって言ったの、うん、まあ、古着はとどんだけだよね。中古ダメですね。だからそれ結構潔癖だと思う。なんか寝たいの知らない人が触ったの嫌だわ。え、じゃあ俺らが触ったやつは。いや、全然いいよ。あ、それはいいんだ。知ってる人はいいよ。あ、知らないからやん。ワンピースだね、そこは。仲間意識でカバーした。まあ、知らないのが嫌なんだよ。あ、知らないやつが。知らないやつで。何され、何か、そうそう。何されるか分かんない。ね、津波とか、とか言ってやったら。ね、ライブのパフォーマンスで下でやってみましたとかさ、ゼロでやってみましたとか、DJ とかでね、パフォーマンスで。そんなの裏返ったら嫌じゃん。いや、それ。そいつは、まあまあ確かにね。ギターとかゼロで弾いてみましたとかさ。いや、一回アルコールで拭くとかすればいいじゃないですか。いや、でもそれやっぱ痕跡はあるじゃん。そんな気になるのなら。いや、痕跡、でも。分からなければいいじゃん。そう、そんなそこ分からねえのが嫌なの。騙されてれば、あ、騙さ、なんか予想しちゃうんだ。あ、どんなやつ買ったのかな。いやー、もう信頼、信頼、とりあえず信頼できない。あ、まあね、そう。ああ、これはあるね。なるほどね。じゃあもう絶対そういうの無理だね。じゃあ中古品とか、もう信頼できないんだったら。新品だったらいいね。そんなんだ、そんな言ったら、だって。こんな納豆でもさ、セブンイレコンビニとかでもさ、なんかわかんないけどさ、ね、このジュースとかだってさ、はいはい、なんかさ、例えば、一回ね、こうやって触って戻すやつなんか全然さ、昔はできないんだ。まあ、それは全然いいよ。なんで？開いてないから、中身。え？中身開いてないから。ベロベロされたかもしれません。外側？うん。あ、それやばいね。そこまで考えたことなかったけど。いやだからあ、でも捨てるじゃん、そういうもんだから。そこまで考えたことなかったけどって。ずっとギターベロベロするやつが注いでるぞ。でも、これ家にも飾るじゃん。そこまで考えてるやつはそこまで考えろや。いや、でもこれもうさ、飲んだら捨てるじゃん。え、あ、長い間一緒にいないじゃん。はい、ギターとかは長い間一緒にいるじゃん。そういうもんだよ。逆に長い間一緒にいたらもう誤差じゃないですか。ね、誤差じゃん、それ。そうそう。え、お前面白いな、やっぱり。でもTikTok やるべきだよ。面白いよ。やっぱり。もっか面白い。いや、面白い。面白くないっていうか、めんどくさいだけなんだけどね。本当に。中古のフィギュアやばい。あ、それはちょっとやばそう。いや、絶対やでしょ。何が何でか分かんないよ。中古のフィギュア、フィギュアとか面白い。それも全然面白い。いや、でも僕、アルコールで拭けば別に全部同じだと思った。いや、まあ別に俺も全然そうな気がしない。潔癖だよ。あれだね。フルホンフローもだよだね。やっぱり初めて自分がページをめくりたい。ああ。それはある、ね。趣味
と中古でしか手に入らないそう。ゲームソフトも新品がいい。ディスコンのものとか結構多いじゃないですか、でも楽器だと。そう、だからそれしょうがない。そこは諦めて。モノ君とね、なんかね、彼女とか、めっちゃめんどくせえな、俺。絶対だな。そういうとこ、絶対そうなるじゃない。全部新品じゃないとダメって言い出すんだろう、お前。ね、こたつとか。ね、こたつとかさ。まあ、でもまあ、そういうなんか生活必需品は別にそんな気にならないよね。あ、そう。自分のものじゃないし、いや。家のものだと。ああ、どんどん難しくなっていく気がする。なんか分かんない。基準が難しいよね。何が言いたいかって言うと、俺のものってやっぱりな、こう、装備みたいなもんで。はい、じゃあみたいな感じ。いや、そういう感じでもなくて、うん、なんか、例えば、欲しかったエアガンを買ったとかさ、うん、好きな自分のガジェットとかっていうのさ、はい、自分のものとして身につけておきたいみたいなものって、ない。はいはい、そういうのはやっぱり自分新品がいい。自分が初めて触ったもの、自分しか触ってないもの。あ、メガネとか。メガネとか。お前が今なんかつけてるなんかその。あ、これ。あ、まあこれラクワね。ラクワ。あ、ジズか。ラクワ。ラクワ。ジズ。ジズじゃないです。ジズってやばいね。やばくねえだって。なんかこれこんなこれこれ。これ肩こりよ肩こり。あ、肩こりなんですか。肩こり。あとこれつけてると。それは金属アレルギーとかね。大丈夫これが。そういうもともとそういうの。あ、そうなの。それファッションなの。ファッションじゃないこれ。ファッションじゃなかった。ファッションだったらつけないよ。いや、なんかすごい似合ってっからさ、今。もうそのまま髪型。さっぱりさっぱりじゃねえや。しっかり。ファッションファッションじゃない。ちゃんと意味のあるものしかつけないから、俺。アクセサリー。意味があるもの。ラッパーなの。これ聞いてる気するよ。あ、けど、肩こり？うん、聞いてる。マジで？うん。いくら？4,000円。あ、結構高いね。まあ。え、どこでドンキ？ラクワショップ。回転ショップ。回転ショップ。回転。ネットで。死んだよね。ネットで。じゃあね。ええ、お店行ったよ。聞くのかわかんない。スピリチュアルだと思ってた。そう、僕も磁気系のなんかね。そうだと思ってます。まあなんかけどなんかあんまり聞くのかなって。これハマちゃんとかもしてるよ。ハマちゃん？ジュズ？ダウンタウン。いや、これ。ハマちゃんなんかここら辺ジュとかしてる。そうしてる。でもこれもしてたよ。いや、それもしてた。うん、してる。ああ、本当。だから信用していいと思う。聞く聞かない。ハマちゃんが。ハマちゃん系じゃん。野球選手も多い。でもなんかじゃあでもなんかけど本当に聞くんだ。そう。あと何だっけ？羽生結弦もしてたよ。羽生？ははは、結婚したあいつか。そうそう。なんか最近。最近ね。羽生。結構なんかミーハーなんだね君。ミーハーだよ。テレビ。俺めっちゃミーハーだよ。テレビっ子なんだね。ちょっと待って待って、今更かい。羽生は。俺超ミーハーだよ。うん。え、いやなんかすごい。めちゃくちゃミーハー。そのハンドスピナーとかも買ったもん。あ、いやそっちね。いや芸能人をチェックしてんなと思って。あ、してる。うん。芸能人が吸ってるタバコとかよく知らない。そうなんだ。じゃあ誰が何吸ってるとか。なんだっけな、でもよく調べたんだよね。あ、だからそれこそハマちゃんはこれだった。あ、そうなんだ。なに今はもう金って意識だけど、あ、今禁煙してるのかな。でもカイロ結構昔からそういうとこ見るよね。見る。だから靴とか。ああ。いや、ほんとめちゃくちゃ見えや。うん。でも髪切ったのには絶対気づかないですよね。ユウスケが？はい。もっと有名になんなさい。あ、そういうことですか。どういうこと？そういう。有名じゃない人には全く興味ない。差別すんだ、そこ。あ、もう芸能人にしか興味ない。冗談だよ。そこ差別するんだ。ユウスケは全然有名人じゃねえから、同じバンドでも。一緒にやってる仲間でも。冗談よ。あるんだ。冗談。いや、でもね、本当に気づかなかった。いや、毎回、だって僕結構、髪切るのに、あの、スパン、うん、髪切るスパンが長いから、うん、伸びて、だいぶめちゃくちゃ切ってっていうのを繰り返すんですよ。一、うん、回も気づいたことない。本当に悪いけど気づかなかった。言うのけど、
次は気づかせるようなもうちょっと、なんか分かりやすい短髪にすればいいんじゃない。後ろが長いからよ、これ。まあそうですね、それはちょっとあるかもね。モノクロは言わないけど、うん、モノクロはもうなんか人他人のことをさかなんかそういった感じで見てないから俺らと違うから見方それは俺長い付き合いだから造形物の見方が違うね。いやこれマジで自分でも分かるでしょ。いや確かに違うとは思ったことない。それこそつけてるアイテムがどうとか。そう、あなるほどね、うん、人間よりも そう、そっちの方かもしれない。なんかどういうカバンを持ってるかとかそういう。あでもまあ見がちではあるかな確かに、うん、いやで、うん、昔からそう、はい、昔からそう、うん、それはそうかも、うん、それこそ血液型とか。まあそうね、結構足元見ちゃうね。あ基本的に何度も咲いてんのかな、うん、そう靴は本当に見る、本当に見たよね、うん、それはあるね。ブランド、ブランド好きだね。ブランド好き。あでも確かにブランド好きね。こだわりのブランドあるもんね。あるある、ね、それがねあるね、本当にある。いると思うけどね、そういう人。なんだろうね。いや周りだとけど、やっぱモノ君がくらいじゃん。言うとか俺とかだって別にそんなないでしょ、お前も。そんな。そうですね、ブランド。こだわりのブランドとかないでしょ。うん、ある全くないですね。なんか。本当にね、俺、またこれも、って思われるかもしれないけど、帽子を例えばノースペースかぶったら、T シャツもノースペースにしたいの。で、靴もノースペースにしたい。確かに揃ってる時多いかもしれないですね。そうそうそう、なんか、なんかノースペースで、こっちコロンビアとかだと、なんか嫌だなってなって。それはなんか、なんか中途半端な感じで、そうそうそう。ね、そうじゃあ、他人のこともそう見てんだ。いや、そんなことない。髪が全然そう思ってない。こいつ帽子はなんか、ね、なんだ、ニューヨークヤンキーズみたいな帽子かぶってて。あ、でも、ニューヨークヤンキーズは、本当にあいつ野球好きなのかぶってんのかな。絶対かぶってないだろって思う。ニルバーナの T シャツとか見ても思います。いや、ニルバーナは思わない。思わない。うん、だから俺絶対買うんだよ、ニューヨークヤンキースは。あ、そうなんだ。野球ファンに知ってるよね。そうそうそう。でも今僕言ったけど、ニルバーナの T シャツとかそう思われるんだろうなって思って買えないっていうのは、ね、あ、そうなんだ。ユニクロとか、とかカートコバーとか、ユニクロとかで売ってて、うわ、いいなってちょっと思うけど。ジミヘンとか有名だ、あとチェゲ、有名なチェゲバラとか、チェゲバラとか、こいつ本当に好きなのかって。革命本当におかしい、起こしたいと思ってるみたいな。でまあそれはね、じゃあまあね、ファッションアイコンだからね。そうそう、別に関係ないんだよね。いやだからたまにやんだり俺もだからそういうの思っちゃう自分が。いやね、ひねくれてんね。いやそれはちょっとわかります。でもひねくれてんなって自分で思うから、いや本当に嫌だなと思うんだけど、自分はもう直す。だから他人の他の人たちは絶対そういうこと思わないんだけど、自分は思っちゃうね。それこそジョイディビジョンとかもよくあるね、これね。そういうこと、この今出しても大丈夫ですよ、うん、このジャケの T シャツとかめっちゃあるじゃん。浅いって自分で分かってるから絶対着ない。このジョイディビジョン、この絶対着ない。マジか。ジョイディビジョンファンに失礼だから着ない。俺昔お前、俺売れる前はね、お前って俺レッドツェッペリンのやつで俺着てたことあったけど、お前浅いって思ったのか、お前。いや思ってない、思ってない。俺だって浅かった。俺だって浅かった。俺、レッドツェペリンのシャツ着たことはあって、うん、インディーズの。あ、もし仮に俺の方がめっちゃ気に入ってて、俺の方が詳しかったとしたら、ああ、こいつはこいつはさ、思ったかもしれないけど、でも、もう、基本的に大島は、まあ、ね、こんなこと言うのもあれだけど、だいたい俺より全部知ってるから、もう音楽面とか、もう本当に詳しいから、もう、全然、大島はたまに何ていうか分かんないもん。何の話をしてるのかっていう。何のアーティストの話をしてるんだろうって。たまに。洋服はちょっと分かんない。いやいやいや、僕も分かんない時はあります。今日の帰りの車とこで行きに行かなかった、ね。ああ、天野さんと話してた。誰の話してああ、そういうことだ。そう。すげえなって思ったもん。なんか、その誰がね。理由はけど、まだなんか分かんないですよ。知ってる方だね。知ってる方だね。
あ、そうでもない。僕かなり偏りが、まあ、一番好きな漫画ワンピースだもんな。ワンピースが知らんかったの漫画だから。この前ツアーであれとか盛岡で楽屋でそう言うて、あれどんな漫画なんか通ってきてんのとか、どんな作品通ってきてんのってこいつに聞いてる。いや、なんかいや僕はもうワンピースしか出てこないってみたいな。いや、マジかよって思って。だからどうやって新生かまっちゃんに出会ったんだこのやつ。浅野いにおさんの話になって。あ、そういうとね、そういうサボさんとそうサブカルな、サブカルなんか漫画とかってなんか読んでたことあんのっていう話をしてて、どうやって新生かまっちゃんに会ったの。いや、あんまそういう漫画読まないですねっていう話して、一番好きな漫画って答えたらワンピースって答えますもんっていう話を、そういう海辺の女の子とかお休みとか一番好きな、一番好きってか、まあ好きな映画は映画、まあ一番でもいいけど、最近なんで、まあけど俺も言っても、まあベタにインディペンデンスデーとかなんだけど、一番とか言っちゃったら、いやでも普通に面白いからね、うん、まあ、映画なんだろう、ベタでも面白いかもこれ。え、いや、まあベタ、まあベタ、うん、なんだろう、いやでも絶対そこはあれでしょ、黒沢明とか出てこないでしょ。ないですね、そういうライターか。みんな仮面ライダーだったから。いやでもお前ら、じゃあお前ら、じゃあリスナーもお前仮面ライダーの話しかしねえじゃねえか、お前らよ。仮面ライダーで好き、一番好きな映画だったら、ダブルの、A to Z と、なんだっけ、サブタイトル忘れた。俺仮面ライダー、仮面ライダー、V3 しか死んでもねえ。ほんと赤いマフラー。赤いマフラー。エターナルの、そう、エターナルの映画。あれがめちゃくちゃいい。知らん、こんなん、俺ら世代ついていけねえ、ついていけねえもん、こんなもん。ライダーじゃなくて。クーガじゃないんだ。クーガは映画ないんで。仮面ライダーアマゾンとかね。アマゾンとかね。あんまり見たことないよ、俺。外見者知らないよ。俺も別に外見者知らない。新仮面ライダー見ました。仮面ライダーの話だと分かんねえ、ちょっと、僕悪いんだけど、本当にマジで映画、仮面ライダーなの。一番好きな映画。なんか、それ流れになってるけど。今、もうな、そう、一番じゃなくて、ね、パッと出てくるの、そう、ね、やっぱ仮面ライダー。見た記憶があるのが。ああ。ワンピースと仮面ライダー。モノ君がなんかもう、なんか、こいつ浅いなってなんか顔してる。仮面ライダー俺知らないから浅いとは言えないけど、浅いなーってなんか顔してるけど、仮面ライダーどうで、頭空っぽなんじゃねえかなみたいな思ってたの。マッテちゃんをどう好きになったのかなって思っちゃうね、仮面ライダー。でもユウは仮面ライダーとかじゃない、ナコライダーとか名前だけだユウだけど、あれけど音楽が前聞いたら、そう話した時はサウンドで聞くって言ったもんね。ナンバーガー、いやでももちろん歌詞とかもこう聞くんだけど、本当向井さんが言ってること何っていうか分かる、いや分かんないです、あんた誰も分かんねえの、あれ分かんないです、あんた分かる、本人も分かってるの本人も分かってないな、いやだからあれとかでもなんかこうふとした時になんかあの歌詞いいなってなる時あるじゃないですか、ナンバーガールとか、ナンバーガール、はいはい、あ、なんだろう、なんだろう、出てこないじゃない、出てこないけど一生瓶一生瓶3本俺もうそんなこと言うと6本の鋼のあの人歌詞繰り返してるじゃん結構ね、そうだからそれがむしろすごいと思うからね、冷凍都市がとかもうそういうのやっぱすごい脳にこびりつくからすげえなってやっぱそこ向井さんやっぱすごい語呂音の使い方がうまいんだね、うん、そうやっぱそういったなんかね、脳みそにこびりつかせる感じ、うん、こうやっぱ家でも普段からずっと言ってんだろうね多分家でも普段、まあ、言ってるから出てくる、醤油瓶ないないご飯一杯おかわり、バカにしてんだよ、ゆうのすけもお前はバカにしてぶち切れちゃったひねつぶしちゃったよ、あっさいお前はね、あっさいみたいな、こんなやつ俺久々に見たよ、こんななんかひねつぶすやつ、お前バキにしか見ないよこんなの、こんなバキみたいな、お前何、お前何なんこれ、こんなことやんの普段から、いやいや、いじってたらこうなりました、いや見ちゃったんですよ片手で握りつぶすんですよペットボトルを、ペットボトルは握りつぶすでしょ、こんなひねつぶすやつ俺初めて見たよ、バキのワンシーンだよこれ、ちょっとびっくりした今普段
番からって言ってんの。あ、ゆうくんお菓子の袋とか全部小さくしてる。そう、こう喋ってるだ手が空いてるとなんか動かしたくなるっていうタイプで。逆にキャだから、まあ、だから俺とかモノくんとかリスナーがゆうに教えてあげればいい。なるほど。なんかそういう深き作品、深い作品、深い作品。そう言われちゃうと俺も浅いけどな。え、いやなんかあるでしょ。いやこんだけお前バカにしたんだから。ターミネーター面白いよ。いやだからもういやもっと深いお前、もっと深いので。深い。メジャーじゃないの、メジャーじゃない。メジャーじゃないの。うん。大島由美子、え、すごい美佐子さん、何美佐子さんね、すごい人対決だよ。浅い人。浅い人。浅い。美佐子さんけど結構そこら辺詳しいよね、美佐子さんも。美佐子さんはね結構いろいろ見てるだろうからね。いやトトロとかだからターミネーターとかで、もっとなんか。あれだよ、なんかこうトトロはいいぞ、それは知ってます。深い世に知られてないやつ、なんかある、なんかある、なんかいろいろ知られてない、いや知られてるけど、知られてる、ね、知られてるけどサブカルみたいな。あ、うん、あでもこれマジでマジでちょっとこれ本当に真面目に言うよ、真面目にって、埼玉のラッパーはマジでよかったよ。ああ、お前が出たから違ってる、そういう人だからそう思えると思ったらあれなんだけど、本当に面白かったって思ってんの前振りだ。いやマジであれ面白いよ、うん、見た方がいいよ。じゃあ見させていただきます。いや本当本当に僕はそうレイザーヘッドですね、あれつまんなかったっす。ダメじゃねえか。デビッド・リンチとか、デビッド・リンチよりだからレイザーヘッドはガチって言うけど、俺はまああれはまあリンチな、あれな、まあまあ俺も一回見たいぐらいだけどね今こそ。うん、まあむずいっていうか、いや見たらわかる。ジョゼトラってそうは、うん、クルリのやつしょ。のみんなやっぱ出てくんで、やっぱ。うん。きっとうまくなんか聞いたことあるわ。きっとうまくいく面白いって、それ俺お前らに勧めたあれだろ、インド映画だろうが。あ、そうだ、言ってたわ。そうだ。聞いたことあった。美佐子さんとノコさんで話してたんじゃないですか。え、あれ違うか。いや、俺昔から言うけど、配信で、ね、きっと良くなりさせない、きっとうまくいく。うん、インド映画。でもあれは別にメジャーじゃメジャーなの。ウォーリーってピクサーか、うん、そうだよ。あ、ウォーリーは僕も好きです。いやもっとね、なんかあるはず。ディズニーのはもっとなんかあるはず、うん、なんかあったろうな、うん、いやなんか あるもっとサブ、俗に言うサブカル系だったらいっぱいあるじゃん、ね。じゃあ言う、少女椿100回目の少女椿少女椿って何？え？知らない。いやお前は元夢とか絶対お前めっちゃ見てた。ああ好きかもね、好きだったかもね、多分ね。少女椿をじゃあ100回じゃあ繰り返してみて、その感想をくれ。なあ、そっから入ろう、入り口から。100回見れるかどうか。ま、丸を、そう、ま、丸、ま、アマプラであるかどうかだけ。けど、ユー、ま、いや、丸す、いや、けど、ユーは、ね、ただそれが合うかどうか俺はわからない。そう。ネットにある ?YouTube とかにあったっけ、みどりちゃん。いや、ユーがそれが好きかどうかはちょっと俺は分かんないから感想を聞きたい。あとね、お前は早く君たちはどう生きるかを早く見ろ。その感想も、その感想も聞きたい。それは聞きたい。そう、ね、終わった後、もうな、僕どうやって生きるか分かんなかったいや俺だって分かんなかったよ。俺だって分かんなかったからあんな感想だったんだよ。そうだね、俺はもう正直もう見なくても生きていけるな。一番結構モノくんがズタボロい。やっぱね、うん、マジで。モノくんの親父が一番ひどいよね。そう。エンディングいいだろ。お前の親父面白いよ。びっくりしたもんあれマジで。エンディングスタッフロールいいだろ。地球犬イントロ流れながらこうやって。ああ、ちょっと待って。いやだからあれだからちゃんと見るべきだって、あれ最後にね、地球儀も良かったし、最後宮崎駿がやっぱ立って出てきて、あれで終わりでしょ。よし宮崎駿作ったんだって俺やっぱちょっとやっぱ腑に落ちたもん。だよね。本当にあの映画なかったんだろう。俺の親父いかれてんだよ。いやマジか。ねえ、せっかちだったんだよね。せっかちってか。買い物頼んでるから買い物して帰る。面白いよねけど。だけどちょっとやっぱユーにはちょっとなんか逆にやっぱね、その音楽はけど前なんか前ブラザーなんか聞いてきてはいるんですよ。うん、
まあなんか好きなのはキャプテンビッグハートとかは、わかんないです。ああ、ラズルのとかえ、おま、あ、そう、おまも知らない。まあいいや、いろいろ言ってるけど、いっぱいいっぱいいる、いっぱいじゃない。めっちゃ好きって言ったほうがいい。いやー、まあまあだろ、言うて俺サブカル全く通ってないんだから、うん。エヴァは見てますか？あの、新エヴァはとりあえず見ました。あのだから旧エヴァ見ないと、旧エヴァ、もう新エヴァはエヴァじゃないから。あの、ジョハ、キュと新は見ましたけど、戸川純さんとか通ってないでしょ、言うわ。そうですね、うん、ルー・リードとか、そう、ベルベット・アンダーグラウンドはけど、全然メジャー、まあ、微妙に聞きました。微妙にどうだった？いや、正直言う、わぁ、最初聞いた時の印象はムズっていう、あー、なんか、なんか、まあまあ、でもまあ、すまあまあまあ、まあ、ビートルズは結局、はいはいはい、ビートルズは全部撮った、もう最後まで、ちゃんと全部は聞けてないけど、うん、多少ホワイトアルバムとか、あそこら辺聞いても全然、あの、OK、いや、たまにこれ何みたいなのは、まあ今モノとあれかナンバーナイとか、そう、あれあれそう、あれ一回モノさんと車でこう、モノさんがこう車で流して、僕が運転してる時にこう話しながら、はい、であれ交換ガシャンガシャンみたいなのが結構あるじゃないですか。いや、ちょっと一回これどこで鳴ってるか分かんないから止めますかっていう話で、お前運転中にあれ流した、なんか流したんだよね。なんかビートルズの話になって、あ、多分ラジオのせいだよね。小林克也さんのラジオでやたら疲れてたからね。一回これはやめますかっていう、ね、ビートルズだったら何の曲が一番好き？なんだろう、これはまあ、いや、何のアルバム？アルバム、俺はもういつも配信で言ってるけど、レンディー・ジェプシー、いやでも最初そっから入ったっていうのはあるけど、やっぱベストのあのワンで、普通にこれでいいじゃんってなったっていう感じは。そこまで言ったら逆に曲も言えるんだけど、何の曲が言ったんですか？曲、曲か、いや多分だってモノ君だってね、あれベストみたいなのもね、まあ、赤バー、オーバーン、ホワイトバー、そうですね、一応リボルバー、あれリボルバーだと聞いていいよって言われて、カリカリ、あーそうだ、だから俺をリボルバーとホワイトアルバーが聞いた、くらい、マジで全然浅い、いや浅いとかいいじゃん、やっぱリボルバーとホワイトアルバーが俺にします。俺、あの曲名忘れた、一番好きに、アクロックスナイユニバース、あれ一番好き、あれいいよ、あれ好きなの、あれ一番好き、俺あんま好きじゃん、あれマジで、本当、そう、それか、あの I'm not saying, you not say, 終わったかわいい、僕も今それ、俺あれもあんま好きじゃん、あれオアシスバージョンは特に好きじゃん。まあオアシスバージョンは好きじゃないけど。そうそうそう。いや別に嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、うん、そんな、そうだったらまだアデイザインザライフとか、ね、やべえそのジョレノだ。まだちょっと浅いな、じゃあ俺は。浅いよお前ら。浅いか。浅い。でもあの映画の流れで見る。映画見てないもん。いや、あの一緒に見に行ったじゃないですか。あ、オアシス、ね。オアシス、ね。あれセクシーセディとかちょいよな。わかんないかもしれない、ね、お前らほんとあっさいなセクシーセディなんかもうメジャーメジャーなのセクシーセディ What have you done? マジでちょっとこいつらさこいつらさマジさちょっと待ってじゃあリンさん聞いたらわかるでしょ赤番青番ホワイトアルバムホワイトアルバム入ってるよ入ってるホワイトアルバムやっつってんだろあれえあおやすみなさいみのこさんそうホワイトアルバム入ってるよ俺の音楽教室って、いや、こいつらの朝、お前だって分かるだろうが、名前は。
フィルタースケーター、ビビフルターは本当に浅い、俺は。あ、なるほど、これはもうしょうがない、言われてもマジで浅い、言うてそんな聞いてないもん。じゃあいいねけどね、まだまだなんかそういった、はい、追求できるところがあって羨ましいよ。そんな、そんなぐらいでもね、うん、ブランディジェットシティ、ええやってなんだこれ、ブランキージェットシティ、そういうブランディって何、そういう曲あんの、曲なのか、それかブランキーの間違い、俺詳しいなって、お前らは詳しくない、いや俺ストーンズはね、ストーンズはまと通ってないんだよ俺、ストーンズは、うん、ストーンズ実はね、その後でペインティッドブラックとか好きだけど、あんまり通ってないですよ、ブランキーでしたって、うん、ストーンズはあんま撮ってないよ俺、うん、俺もローリングストーンズは知らない、あ、知らない、おじいちゃんのことしか知らないでしょ、うん、うん、そうそう、ハイリーソングカリビアン出てたと、ジャンピンジャックラッシャーが誰だと知ってんだろうな、もう、うん、誰だと知ってんだろう、 CM でよく、CM でよく、うん、え、マリリン・マンソンもだからロック・イズ・デッドとか、まあ普通にだからそこら辺のメジャーとこしか知んない俺、だから何も知んないでしょお前浅いっす。ラモンズは逆に知ってるでしょ。ラモンズも知らないっす。ラモンズも知らない。あ、案外通ってないんだ。ラモンズは結構通ってるから。いや、俺マジで狭いよ。あ、本当。好きになったやつはどんどん追求するけど。全然聞かない。いや、大体モノ君の場合は俺が勧めたやつがスパーっていったもんね。いったね。だからニルバーナ、エレクツイン。もうこの2つぐらいじゃないけど、まあでも引っかかってますもんね、うん、めちゃめちゃ一番最初俺高校1年生の時に覚えてる、ディープパープル1回さバーンってやった時、あ、うおーって、そうだ、そうバーンひどい革命だって俺覚えてるんですよ、うん、その時は感動したけど、モノ君やっべ弱く超いいって思った、スミスはね、俺はね昔ね20代の頃ね、ほんとニコ生でノゴさんスミスってピアキャスの時も言われたけど、で好きって言うと好きでしょって言われたけど、俺通ってなかったんだよ20代の時、俺20代後半30になってスミス初めてやっと聞いていいなってなったんで、結構スミスの影響新生活あるんですよ、昔よく言われた、はい、うん、そうスミス俺聞いてなかった、うん、クイーンなんてそれは知ってるな、もう言う逆にクイーン知ってる、いやガンズローでさ、俺シャーナナしか知んない、クイーンそんな聞いてない、キュアもキュアもボーイドーンクライズ、うん、そうしかない、やっぱ有名な曲っすよね、ええ、あれは何今、あ、クイーンは聞いてない、はあのそんな聞いてない、ユーはソニックユースだって、なんか見た目だけっしょ、え、見た目だけ、見た目聞いてそうな見た目しょ、風貌は聞いてそう、いやもちろんあの冷蔵庫のやつとか聞いてます、あーソニックユース聞いてる、はい、俺けどソニックユース俺逆にあまだ浅いわ、うん、いや僕もティーエージラウトとかしか出てない、はい、なんえあれこそ曲名と何あの曲は一致しないっす、あー、まあそういうのもある、はい、いや俺の知識量いやすごくないよ別に、俺も浅く広いわ、いやーでも、うん、あリバティーンズです、リバティーンズは別にみんな知ってるんだもん、リバティーンズ、ピー俺だってライブに行ってピーってなかったもん、なんかあいつ役中で、まあ、デビッドボーイ、あ、そう、デビッドボーイ俺通ってない、デビッドボーイは通ってないんだよ、スマパはアルバム2枚ぐらいは聞いてますか、あれね、メランコリー、なんでメランコリーの中だろう、なんか有名なやつね、あれけど名作だよね、うん、スマパン、はい、うん、のこさんどこにいんだこれつないが俺ライトだよ、ライトえ光になった、まあちょっとストロークス、ザ・フー、スリップ、あ、俺スリップノットはちょっと1曲ぐらいしか通って、そう通ってない、僕もベストぐらいしか聞いてないですね、ライド逆に通ってるじゃん、ライド俺ライドもアルバム2枚ぐらいしか聞いてないですね、そう有名なやつの1枚しかない、波のやつとなんか、うんうん、コウモリかじって緊急搬送ってやつだからそれあれはオジオズボーンでしょ、オジオズボーン、あ、それ動画見た、オジオズボーン、いやコウモリ食ってる動画、なんか動画、あ、本当にどうなんだあれ、動画なんかあって、インタビュー動画だったよね、あ、マジか、うん、
けど、ブラックサバス好きだよ俺。ブラックサバス、いや、リンプ、リンプってリンプビスキット、あ、名前だけど、いや俺もちょっと通ってないな。うん、フランク・ブラックはピクシーだ。うん、はい、いや俺コーン通ってない。僕もですね。うん、コーンは、いや、アルバム、有名なアルバム、そう、それは微妙っすね。俺もあんま、うん、スリッポンとライブだけど、トーキンエッツは当たり前、もうトーキンエッツは俺もアルバム買ったもん、持ってテレビジョンとかもそうだし、トーキンエッツ、トーキンエッツも 曲名がいきなりちょっとね、あのね、でいきなりでは、あれ方は知らねえな、レイジアゲンストの話はもう当然、はい、レイジアも当然大好きですよ。うるさいのあんま好きじゃないのか、いやそんなことないよ、うるさいのっていうか、メタだってメタって別に うるさいのって言ったらね、いやジジアリーだって別に好きだし、なんだ、うん、なあ、いや全然ノイズ系とか、もっと言いたい、ノイズ系とか全然大好きだもんな俺。うん、ノイズ系とか聞く、ノイズ、いや、めちゃくちゃノイズになるか分かんない、ね、テイラースヒトもね、いい曲あるよね、けどテイラースヒト、めちゃくちゃノイズになるか分かんないですね。ああ、いや、マイブラもさ、そんな最強じゃん、はいはい、マイブラも最強、前オープニングでデビットボーイジギスターダストかかってた時があって、好きなのかなと思った。いやそれ幻聴だろ、まあ、それかイベント系とかなんで、それ絶対、だって、うん、ジギスターダストってタイトルって知らん、新年も多分、うん、プログレも聞く、デュランデュランとかペットボール、あーそこ通ってないな俺、うん、いやそう、9インチネイルズも通ってないかも、うん、シガーロスはだからモノ君とユウがこの前言って、モノ君が騙されたってユウノスケにね、怒ってたやつでしょ、1万返せってユウノスケになんかシガーロスは俺はねあんま撮ってないですよ。イギーポップ大好き、ナイトクラビン、ウィーアーナイトクラビン、イギーポップいいよ、イギーポップやっぱ名作だよなあれな、あ、なんだっけ、ナイトクラビン、ナイトクラビン入ったやつ、イギーポップ俺好きだよ、うん、イギーポップ久々に聞いてえな。マットハニーこの間なんかで、マットハニー俺名前、俺なんかそう、名前しか知らないかも、うん、このあれはマジ名作だよな、うん、イギーポップ、これだ、イディオットだ、そう、いやこれもいいよこのアルバム、すげえな、ミュージシャン配信だよケイト・ブッシュいいよね、ケイト・ブッシュ、うん、トレインスポッティング、あ、そうなの、ケミカル・ブラザーズも別にな、俺そこまでしないんだよ、うん、イギーポップって奥さん日本人なんだ、うん、マイケミが MC に出てた時全然歌えてなくて、マイケいい感じな、MC 出てたことある、ブラックミュージックで弾くのは、ブラックミュージックは全然ですね、え、全然だろ、全然マジか、え、イギーポップとかモノクロ知らないでしょ、知らない、存在してたし、いや名前は知ってた、存在してたし、でも初めて聞いた、うん、いいね、残さん、マイケルは何の曲が好きですか、マイケルってなんで、どこだよ誰のマイケルで、ジョーダンは、だって俺ね、マイケル・ジャクソンね、だからこれ配信でも言ったんだけど、最近かっけーってなったの、あ、ライブ動画見て、あんなさ高速でさ踊ってポーって言ってんだよライブ動画見て、いや本当に曲で言ったらだから有名なとこしか知んない、 We are the world とか、そう、 We are the world とかもあるそうなんですよ、 We are the world とか、そう、最近凄さを知った、長時間止まったやつ、 YouTube で俺配信で紹介したんです、ツイキャスでこの前、ずっと前な、配信で、あの動画見てたよ、マイケル AV もさ、うん、ダンスみたいな、すごいよね、スリラー、マイケルはスターで、ジャクソン5、マービン、あ、マービンゲイ好き、マービンゲイよ、ね、うん、マービンゲイ、ちょっとこの流れちょっとあれだな、もう完全にちょっともうついてこれない人が
もううちの配信でももう2名いるんで、はい、2名、はい、モノくんとかもずっともう興味ない話してる。いや興味ない、早く終わんねえかな、興味ない早く配信終わんねえかな。モノくんムーンウォークやろって。できねえよモノワーク。うん、楽しいよ。いやいや俺たちは楽しいんだけどさ。チャックベリーよって分かってるわ、んなもんよ。チャックベリーなんかなもんよ。チャックベリーはジョン・レノンとね、何が面白い、ジョン・レノンとチャックベリーがね、テレビ番組で小野陽子と3人で出た時に、春巻きをジョン・レノンがね、あの、一緒にチャックベリーと食べるっていう企画があって、その動画がめっちゃ面白いから、YouTube に多分あるから見てほしい。春巻きを。チャックベリーとジョン・レノンと小野陽子。あれ、いや、あれ、あの動画マジ面白かった。チャックベリーがあの小野陽子にドン引きしてるの、ずっと。これは食べ物ですか。そう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 。YouTube にある。春巻きを終わらそう。まあ、いや、ちょっと、ちょもうこの話ちょっとやめよう。ちょ、ゆうのすけの話からちょっと広げよう。ちょっとそろそろ終わりしようか。ちょっと、そうそうそう、待って、もう12分1位じゃん。もうだいぶ延長しちゃったね。明日8時半起きでふざけんなよ。レッドピリ、あっちのままもうね、もうちょっとね、レッドピリ、あっち、俺聞かねえかも。もうじゃあやめようぞ、もう。明日8時半起きですよ。そう、ね。それでライブ6時だからね、途中俺ずっと起きてるか。うん。スタジオ練習中寝てていい？いいよ。ライブのためなら寝てていいよ。いやいや、だってそれライブのためなの、すべて。うん、当たり前じゃん。いや、結構だって間時間いっぱいあるもんね。一言喋んなくていいよ、声のために。いや、一言も。本当に。うなずくだけでいい。あ、マジで。うん、縦に振るか横に振るかでいい。あ、そんな感じで。一番怖い人じゃないですか。そんな感じで。いや、でも本当にちょっとね、いや、楽しみたいんだけどね、山好きだから。久々に山行けるからね。富士山以来だからね。確かにね。そうそうそう。やっぱ山好きだから俺。まあ本当に自然に囲まれてライブは久しぶりですからね。いやいや、そりゃそうだよ。うん、超楽しみだよ。いや、でも本当にちょっとね、天気だけね、本当頼むって感じね。いや、これは晴れてほしいですね。雨降ったら湯の下のことバグるから。なんでそしたらあの叱るべき処置を。あ、怖っ。叱るべき処置。なんだね。怖っ。なんか、叱るべき処置。その時は、よろしくお願いします。針で刺すとか。いや、法的な。やばい、一番怖いやつじゃん、こいつ。なんかベースで殴るとか言えやん。暴行罪だね。一番やばいよ。法的処置。法的処置という。暴行罪で。その時は、ゆっくり話し合いましょう。怖っ。そっちの方が怖いんだけど。洋介怖い人だな。逆らうんだよ。いや、でもとりあえずね、明日あるんで。ありがとうございます。本当にね、ちょっとやばい。本当によ。そうね、っていうか、みんなありがとうね、遅くまで。ありがとうございます。だって11時半に終わりにするって、ありがとうございます。お茶バクト11時半に終わりにするって、やっぱ結局やっぱりこの時間になるもんな。時間を忘れがちだね。やっぱ楽しいからね。お茶ばっかりあります。ちょっと明日ぶちね、お疲れ様です。あ、ちょっとお会いすんね。結局もう、あ、おはようございます。マジでありがとうございます。お休みして、楽しかったです。そう、お茶ばっかりあります。はい、また明日よろしくね。バイバイ、はい。お疲れさん。お茶ばっかりあります。お休み。いや、ちょっと俺もすぐ寝れねえからさ、アドラリン、そう、アドラリンかつか、いや、配信終わったね。いい夢見れますよって、いや、すぐ寝れねえや。うん、お疲れ様。はい。良い画像撮れますよ。ちょっと待って、めっちゃお疲れ様。その余裕あればね、GoPro 一応持ってっけど。マイスリーなるべく飲みたくないんだよ、マイスリー。俺はちょっとウルトラスリープ飲みたいんだよ。ウルトラスリープなるべく、ね、寝たいんだよ。マイスリーの飲んで、ウルトラスリープ飲んで酒飲んだから、前回このね、後ろの顔はね、朝4時に起きた時にね、全部笑ってる顔に見えて、うわーって、そうなってさ。大浴場もう一回行くわけねえだろ。行くわけねえだろ、お前。同じ人いたらどうすんだよ。なあ、精神薬あざす。なあ、同じ人、なんかおっさんいたらどうすんだよ、お前。なあ、なあもうさ、笑ってそう、これ全部笑ってる顔に見えて、朝4時に一回。これほんとあかんね。びっくりした。うん。ウルトラス、そうそう、ここぞという時にこれ、そう、誕生日でね、これありがたいことにちょっとね、これ海外でしか売ってないからね。やっぱこれちょっと本当にいい。
マジで。だから今日もだからこれ寝ます。効果どう、いやだからこれ効果あるんだって。 俺はねマイスリーとかやっぱ飲むとさ、やっぱちょっと残るじゃん翌日。これはまだねちょっと残んない感じはして、だからこれで眠れるのが一番ねやっぱいいんですよ。そう、検索してもやっぱあれさ、あれダラーしか出てこない、ドルしか出てこないでしょ。聞くのかって、いや聞くときは俺聞く、そう聞く。そうこれ、そうサプリ、サプリ、うんサプリ、これサプリです。自然に眠くなってくるの知らねえけど、知らねえけどなんか頭がけどねポワーンってしてくるけど。日本も手がねお茶ばっかりです。ありがとうございます。お疲れさん。アイハーブ知らん、海外通販。そうあま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 あ、おいしいって食うなったかじらねえよ。グミじゃねえんだよこれ、グミじゃねえんだよこれ、グレープグミじゃなくて、あちゃんとお湯で何粒飲むの。なんかトゥトゥなんかトゥって書いてあるけど、俺なんかたまにスイートが4とか4粒とか飲んでトゥ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 って書いてある。うん、CBD より良さそう。あ、なんかそのダッポドラッグだろ、お前らダッポドラッグとかなんかタイマとか、タイマとかで寝てんだろ。 CBD とかダッポドラッグとかタイマとか、それが使えればいいよね。それができればね、法律的にね、タイマとかそういうのでさな、それのリビドーってサプリ、ブドウ味の違う、ラムネだからこれ違うって。ウルトラスリープ CBD 全然悪くないよ。あ、そうなの。うん、まだずっと昔から俺に CBD リキッドを進めてくるよね。あ、マイスありがとうございます。こんばんは。うん、CBD、でも人によるっしょ、あれ、体質によるっしょ。なんもならないよって言うけど。高いんだ、あれ。俺の声で眠れちゃうって、俺ちょ、もう、そうそう、じゃあ、そう、CBD グミもいいよ。CBD キャンディーとか、CBD クッキーとかなんかあるのは聞いてます。皆さんから。ね。あとたね、タイマーの話も最近ね盛り上がりましたね。はいね、びっくりしました。そんな高い粗悪品だとね、タバコ1本分5000円とかでしょ。いいものだと2万円、3万円だと。お前らからなんかいっぱいねドラッグの話はねもう植え付けられてますわ。11月楽しみにしてます。11月ね、よろしくお願いします。なんかフェスとかあれかなとか解禁してほしい。だからタイマー解禁したら多分タイマーもう10本ぐらい数配信する俺も。うん、まずもそうそう、臭いんだよ。あ、そうなの。ドラッグトークって、まあいや、とりあえずね、はい、薬トークで盛り上がるのって、と思われたって、昔からだってドラッグね、覚醒剤まで全てやってるリスナーいるじゃん、なんかうちのファン。サンダー気をつけていってくださいね。どんぐらいかかるんだろうね、なんかね、なんか3時間ぐらいかかるって言ったけどね。そう、明日、サンダー。そうそうそう、まあまた、はい、また今度。なんか、そう、3時間ぐらい、そうそう、こっから。遠いんだ、やっぱ。うん。だからまた、まあ、連泊なんで明日フェスやってまたここ帰ってきます。うん、遠いけど、まあ、連泊だから荷物少ないから。そうそうそう。え、電波ないよって。何、電波ないの、マジかよ、ざけんなよなあ。ね、電波ないの山奥、うん、そう、山奥だからか、まあ、しゃあないよね。電波ないんだ。2泊ってか3泊、だから明日戻ってきて明後日帰る。だからちゃんと余裕持って明後日の朝千葉県に帰る。だから全然なんかゆっくり楽しんでます。山奥で眠くなって遭難しないようにようにねって。うん、何だと思ってんだ。あっちは初コメです。ありがとうございます。こんばんは。まあモノくん、そうそうそう、あ、だからちょいちょい余裕持って、だから全然なんかね楽しめてます。はい、また大阪に持ってくんで。そう、明日ライブ終わった後。そう、うん、でもそんな山奥なんだね。明日の夜もゆっくり、そうそう、できるできる。とりあえずちょっと明日って、今日はだから早いから、今日はちょっとね、あれ早いから、朝8時半起きだから、そう、夜眠くなるわ、眠くならないでって。まあリアルにちょっと明日けど8時半起きで出番がだから5時とかだろ、 6時とかだろ。ちょっとね、ちょっと本当にね、ちょっとねゆっくりどっかで休めたらいいな。うん、もう寝るわ。イノシシ猿とかイノシシくらいいそう。いや、猿とかイノシシだったらまだいいよ。北海道とかもちょっとやっぱ声もクマとかさ、なんかさ、出るっていうから、やっぱ最近さ、ね、クマとかもなんかチケット買ってくるんだろう、ライブとか。だから声よ、やっぱ。とにかく明日晴れますよね。寝不足になってこれ。でも、虫除けスプレーだから買ったって、これ。虫除けスプレー。この明日のために。一人動物が多い。へぇ。楽しみです。はい。最近バタバタして、ノコはどこにいるか分かんなかった。これがどこにいるか分かんなかった。関東でもライブ予定あるのかな。最近売れっ子バンドなんですけど、なんかフェスとかあったりします。あと11月からまたツアーやります。はい。
クマは怖いね。イノシシも急に横にいるとか何そうなんだ。クマ、うん。クマとかノコさん戦えそうで、そうですね。最近はクマも北海道に限らん。クマってクマチケット買えるんだ。そうですね。ちょっと割高ですけど。明日に乗ってます。そうですね。ちょっと天気とりあえず、はい。天気がとりあえずね。そう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 。はい。そう、引っ張りだこバンドなんで、俺くん。同じ大阪ちょっと、あ、ごめんなさい。ありがとうございます。明日は自然に勝ちたいね。いやーちょっともうこればっかはもう、そうそう、割高ですわ。はい。ちょっともう寝るわ。もう喋ったらもうどん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 俺もうで、この配信終わった後1時間は絶対寝れないから、2時、もう2時には絶対に、2時、3時には絶対寝たいから、8時半起きだからね、ちょっともう本当にする。うん。あれさ、止まらない。止まらない。止まらない。と、1時じゃねえかよ、ふざけんなよ。ラッシュも中止だったけど、まあまあ、ちょっとね、はい。ね、またね、来年ね、はい。ラッシュボはね、リベンジしましょう、皆さんで。おやすみなさい。お疲れ様です。はい。11時半で終わりにするってね、マジで決めたのよな。マジで11時半に終わりに絶対しようって。1時だよ。おやすみなさい。やんなかんでやっぱね、やっちゃうよね。え、やだ。いや、またやるよ、配信。ホテル配信もまたやるよ。やるとき。はい。ほんとで、いつもそうだよ。結局ね。まあ、とりあえず今日楽しかったよ。はい。じゃあちょっとまた明日来る人とかもね、よろしくお願いします。あんちゃん、リアタイ、あ、出た。はい。おやすみなさい。終わりなのってね、終わりでバカ野郎。はい。おやすみなさい。お前も寝ろ。はい。ありがとうございました。いけ、またね。じゃあ、ね、ありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。いつもおやすみなさい。じゃあ、吹けるね。もう。配信ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあ、またね。俺、コマちょっともう寝る準備するから、マジで。はい。寒いな。またおやすみなさい。はい。おやすみなさい。寒いなって言って、なんで脱ぐんだよ。おやすみなさい。ゆっくりね。またね。おやすみなさい。じゃあね。じゃあ、ちょっと明日こそちょっとぶちかませるようにね。ちょっと天気とかね。はい、でも僕は元気なんで、はい、じゃあね、ね、面白かった、ありがとうございます。バイバイ、じゃあね、じゃあ切るね、バイバイ。はい、ありがとうございます、おやすみなさい、頑張って。まあ、バイバイ、はい、明日頑張って、明日またおつの子、龍神にお願いして、はい、龍神にお願いします、晴れますよ、はい、おやすみ、バイバイ、じゃあね、はい、バイバイ、天気、おやすみなさい、おやすみ、またね、おつの子、前、ね、今来た、またやります、ありがとうね、バイバイ、おやすみなさい、ちょっともう、明日8時半に起きないといけないから、またね、はい、バイバイ、じゃあね、はい、バイバイ、じゃあね、はい、